かな。なんか止まってる気がする、止まってる気がする、気のせい。みなさんこんばんは、尾上です。お久しぶり。ちょっと久しぶりになっちゃったんだった。すごい普通に、普通にというか毎日。え、なってる？若干止まる。部屋変えた方がいいかな。お部屋変える？みなさんこんばんは。ちょっと電波のさ、あのなんやろ、あの電波の調子だけ教えてください。電波良いか電波悪いか。え、どう？あ、止まってる。止まってるなこれ。止まってる、どうしよう。画質はいい？画質はいいですか？どうしますか？この枠までここでする？あ、ここで、そっか、次の枠からお部屋変えようか。マジか、今日に限って。頑張って Wi-Fi、 頑張ってください。私の Wi-Fi。 あ、グアムさんありがとう、ハート、ハートありがとうございます。可愛いから問題ない。やったー。和人さんもハートありがとうございます。よっしゃー、今日は待ちに待ったオーディション予選初日ということで、皆さん始まりました。始まりました、ティフでデビュー2024ショールーム審査ということで、本日初日でございます。待ちに待った初日、ドキドキしてて、今日も朝から配信、今日の今までね、配信始まるのもドキドキしてたし、あ、カトリアさんだったの、気づかなかった。嬉しい、ありがとうございます。もう名前変わるとさ、分からんけん、びっくりした、ありがとうございます。そうなんです、今日からちょっとオーディションが始まるので、あ、ありがとう。だーれだーれ、あ、びっくり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 、なに、びっくりしちゃって、なに、タワー、虹タワーですか。ずっとさっきからさ、この前髪がずっとここにあってさ、あの、かかってちゃって、びっくりした。今日長崎惜しかったですね。あの、もう本当に引き分け続きました。まあ負けてないけんと思ったけど、勝ちたかった。ちょっと待って、びっくりした、ありがとうございます。虹タワー、初めてですか、虹タワー。私多分、ありがとうございます。どうしよう、ねえ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、すごっ。ちょっとあれじゃないですか、初っ端、初っ端めちゃくちゃいいスタートが切れたよ。あとは小田さんのおかげで。ちょっとどうしよう、まずなんかもう初めて、あわあわして、なんかもう汗かいちゃうんだけど、冷房つけようかな、暑いんだけど、もうどうしよう、これ冷房つかないじゃん。いや、つくんかい。マジかい、マジかい、マジかい、すごいよ。ちょっと、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。長崎県出身、尾上瑞希です。よろしくお願いします。瀬田川さんもありがとう、にゃんたさんも、カルカさんも、しんさんも、あー知ったよ。そうなんです、予選は上位6名までが進めるので、なんやろ、こう作戦的には準決勝で1番を取りたいんですよ。準決勝で1位を取ること。これがもう今回のオーディションの最大の
目標なんです。なのであの作戦的にはね、準決勝で一番頑張りたいみたいな感じですね。で予選は6位までが登れるんで、次に突破できるんで、予選を6位までに入りたいですね。そうそう、まったりとですね。ありがとうございます、本当に嬉しい。頑張れもありがとうございます。応援してるもありがとうございます。そういえば自分で定型文書いたんだったなんかめっちゃ応援してくれるなと思ったら自分で書いたんだった、恥ずかしい。木の地さんもハートありがとうございます。ふみさんもありがとう。たかりさんもありがとうございます。こんばんは。そう、誕生日なんですよ。たまたま、本当もうたまたまですよ本当にたまたま私のお誕生日が、そのさっき言ってた目標の準決勝の最終日なんですよ。本当に嬉しい。フリーだ、本当だでも聞かんやろ、そんな私の話見る人おるかな。にやがさばさんもありがとう。しおさんも、きのちさんもハートありがとうございます。だるまさんもありがとうございます。頑張って応援してるよ、ありがとうございます。レモンちゃん、新幹線激混み、そうだよね、今日あれやもんね、最終日やもんね、ゴールデンウィーク。頑張れもありがとうございます。勝利は午後3時と午前3時と午後3時の2回締め時間があるので、なんかそういうことだったのか、さっき言ってた無料ギフト3時前までに10分でもできたらいいかな。10分とかじゃ短すぎるかな。なんかお昼だとさ、みんな来れんかなと思って、できたら夜の方がいいとかなと思ったっちゃけど、頑張れありがとうございます。可愛いねって、ありがとうございます。変わってない、ね、よくね、変わってないと言われるんですけど、褒められてます、それはいい意味だよね。ずっちさん、ほめさん、ありがとうございます。久しぶりやんな、久しぶりかな、久しぶりか。にやがさぼさんもありがとう。初訪問の皆さんもよかったらフォローしてってください。あー嬉しい、ハート。カルカンさんもありがとうございます。にやがさぼさんもこんばんは。は博士さんこんばんは。ちょっとバタバタしちゃってて、そうかそうかそうか、5月3日誕生日おめでとう。5月3日だって。私のお友達も5月3日でした。今月もよろしくね、よろしくお願いします。5月、はあ、そう5月、誕生日もあり、オーディションもあり、忙しくなりそう。可愛くなってるって、夜中の3時10分。あ、そういうこと、3時10分までするお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今月でございます、今月でまた一つ年を取ります。尾上瑞希はちょっとゆっくりボードを書いていくかな。ちょっと書きますよ。あ、名前そのままどっちがいい、カトレアさんっていう、私的にはカトリアさんなんやけど、何さん、和人さんなのか、和人さんか、続けてではない、あ、そういうことね、切って3時ぐらいから1回配信する的な。バッチリ応援していきたいです、ありがとうございます。あ、カトリアでいいんだって、わーいわーい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あれどこ行ったの、ね、すごいしような、ファイト、あー嬉しいね。っていうか、あのすいません、あの私のこと全く知らん人もおるやろうけんさ、何の話ってなるかもしれんけど、あの私もともとアイドルはやってたんですけど、今回再デビューみたいな形なんですけど、その前やってたアイドルの同期が今回選抜に選ばれたんですよ。いや、これはねマジで嬉しくて、本当にめっちゃ嬉しくて、友達が、友達ですか、同期っていうか、友達っていうか妹っていうか、何、なんこれ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 、みんな見えとっと、え、みんな見えとっと、私だけですか、
なにこれえ、すごい、なにこれ、2位だって、嬉しい、ありがとうございます。ん？ん？みんな見えてるんですか？私だけ今出てきたの。やった、2位だって嬉しい。レクサさんありがとうございます。早くさんもありがとうございます。ちょっと早く、嬉しい、ショートにしたんですよ最近、めちゃ軽いです。30分か予告付きとかがいい。30分が劣化、さすがにね、10分じゃ短いか。ちょっと考えてみようかな。スケジュールも出しちゃったけど、ちょっともう一回考えてみるどこかで30分撮りたいですね。あ、コメントどこ行った、と答え言ってるそう、同期が選抜に、テロップ書こう。ちょっと待って、テロップどうやったっけ、ここだ。なんて書こうかな。え、なんやろ、ちょっと待ってね、なんやろ、テロップこ短いじゃん、テロップ確か25字ぐらいしか書けんけんさ、予選始まりましたとかにする。そんなわかるか、見れば、応援よろしくお願いしますとか、そういう感じがいいのかな一人でぶつぶつ、だってそういうのがいいよねきっとね。これってなんだっけ、こういうの使えるの、あ、使えるんだ、そうなんだ。ちょっとハートとかもつけてるのね。あら、可愛くなった、いいじゃない。ありがとう、みやこぶるさん。みちゃんもタコありがとうございます。嬉しい、もうあっという間に2位になった。好きなとこでも、そう、いや、そんなことないんですけど、全然。アイドルね、どこかでまたちょっとやってみたいなってずっと思ってたんですけど、何やったっけ、そうどこでやるかですよね。どこで活動するかってなった時に、ここだと思って消えました。1位取ってくださいって、林さんありがとう、頑張るばい、頑張るばい。それ何の話だったっけ。今日ゴールデンウィーク最終日なんで、あ、そうそう、ライブはそれも書かんといけん、それも書かんといけん、ドッタンバッタンしてまして、すいません、ほんとドッタンバッタンなゴールデンウィークでした、ほんとに。かーと、さーん、おみずき頑張れ、ありがとうございます。嬉しい、しょっぱな2位だって、嬉しいよ、嬉しいよ。もうゴールデンウィーク楽しかったな、今日でおしまいか、早かった。皆さんちょっと憂鬱じゃないですか、もしかしたら憂鬱なんですか、みんな明日からお仕事やけ、終わっちゃったよゴールデンウィーク。応援してる、いつも仲良いじゃないし、明るく、あ、もういつも元気ですから私はそう、755には書いたんですけど、3日、ゴールデンウィーク何してた、そう、ちょうどですね、3日4日前かなに、おじいちゃんが亡くなっちゃって、おじいちゃんが亡くなって、今日の今日までバタバタしてて、今日はなんやろ、お寺とか行って、で昨日まではもう、昨日ね、もうそんな暗く話すようなあれもない、ないというか、もうね一通り住んで落ち着いたんですけど、昨日仮装とかがあって、そう、昨日はねもう大号泣で滝のように流してきたんですけど、涙けど、なんか全然目がそんな腫れてなくて、まあもう夜だしね、もう夜だし目もね落ち着いてきたんですけど、元気です元気です。昨日のお昼とかがもう目がパンパンに腫れちゃって、数十年ぶりにもうめっちゃ一重でした、目が。だけどいろいろなんかおじいちゃんとちゃんとお別れできて、なんかねちゃんと終わったんで、一通りよかったです、無事いろいろ終わって。
まあ、でもなんかさ、いろいろ学びましたよ。学んだとか、いろいろなんかね、いろ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 うるさいね。はい、いっぱいおじいちゃんから学んだこともあるし、なんかお葬式ってなんか考えさせられるなって思いました。楽しかったことはないんだけど、なんか、まあ、いとこも親戚も集まって楽しかったです。そこはね、まあ、いっぱい泣いたけど、泣いたけど楽しいことありましたよ。いとこも親戚も集まって、今日ちなみに親戚がいるので下に泊まりに来てるんですよ。奈良から来たおじいちゃんの妹とかがいて、だから騒がしいです。今日は実家が騒がしいです。なんで今日は伊勢関西弁が話せそうな気がしてます。ずっとおばちゃんと一緒ってずっと泊まってるから伊勢関西弁話せそう。ごめんやでっておばちゃん言うの。ね、82歳でした。82歳で、でもそう、もともと入院はしてたんですけど、なんだろうね、なんか事故みたいな、なんかね、転んじゃったみたいな感じなんで、なんかびっくりした。突然だったっちゃ突然だったから、入院してたけどもうちょっとで退院かなっていう時だったんだけど、ちょっと転んじゃって頭打っちゃってみたいな感じだったから、急っちゃ急だったんですよ。今年中にもしかしたら天国に行っちゃうかもしれないみたいなのは思ってたけど、急でしたね。4日前ぐらいかなに会って、おじいちゃん元気出してって言ってたんだけどね。でももういっぱいお礼も伝えてちゃんと別れてきました。お小遣いもらってないよ。もらわんよ。もう年言っちゃいけないか。もう20代ですから、もうもらいかんよ。そういとことも会えたしね、よかったです。ゴースかゴースか泣いてましたけど元気ですよ。母方のお父さんになります。じいじだよ。いや昨日はね本当に、あやばインクが、昨日は大変だったけど、あとさ、もう親戚の方がいっぱい来るじゃん長崎にね。それで私は送り迎え担当をやったりとかして、結構バタバタしてましたね。であとはお泊まり、私は結局泊まらなかったけど、夜っていうか深夜ぐらいまでおったけん、お葬式のとこにバタバタしてました。でもよかった、無事終わって。相変わらずですよ。そうたまたまね会えたんですよ4日前に。運転手さんでした。私はいやいっぱいね、なんかね泣かせられた泣いたんやけど、なんかいろいろあって、一つは おじいちゃんは私がアイドル活動することに対してあんまり、あおじいちゃんじいじっていつも呼んでるんだけど、じいじはあんまりなんかどっちかっていうと古い人だから、おじいちゃんだから、そうなんかあんまり理解はしてくれんかったみたいなとこがあって、うん、してくれてたのか知らんけど、何もしよっとねみーこはって言って、帰ってきなさい長崎にずっと言われてて、4日前会った時も、4日前に会った最後に会った日も、みーこ帰ってきなさい、ちょっと仕事あるけんねって言ってたんですよ。そう、そしたら私はだからあんま追い添えてないのかなと思ってたんだけど、親戚の、おばちゃんとかが、近所のおばちゃんたちが、みずきちゃんのことを、アイドルと、もともとね CA さんの学校に通ってたんだけど、アイドルと CA の卵だって言って自慢してたんだよって聞いた瞬間にゴーゴー泣きました。しかもなんかそのタイミングが悪くて、みんな一旦なんかみんな
おらんくなって夜中くらいにジージの前でジー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 って呼びかけよったんよ一人でまあ声あの答えてくれんって分かっとったけど、なんとなく名前呼びたくて呼びよったんよジージーってでなんかな全然反応せんわと思ってめっちゃ泣きそうやったけどめっちゃこらえて、なんもう当たり前なんですよ反応しないのは当たり前なんだけど、ずっと名前呼んでたらちょうど後ろからその親戚のおばちゃんたちがお母さんにそれを伝えてるところが聞こえてきて、なんだじいじい帰ってきなさいって言いながら応援してくれてたんかと思ったらめっちゃ泣けてきて、もう誰にも見られんように一人じいじいの前で大号泣してた。もう大変ですよそんなこと言われたらね。なんか全然反対してるんかと思ってたから、最後に会った時も活動の写真を見せたので、なんかこれこの間の撮影だよって言って見せた時もなんかべっぴんさんみたいなことは言ってくれたけど、なんかそんななんか頑張ってるねみたいなことは全然言ってくれなかったからさ、帰ってきなさい帰ってきなさいだけ言ってたから、そんな知らなかったと思って自慢しょったったよ水木ちゃんのことをって、うわーそんなことは知らんかったよって言って泣きました泣いたよ。あとはアナウンスみたいなのがお葬式の時流れてて、誰があれ考えてんの、誰が考えてるのか知らんけど、孫5人いるんだけど5人の孫が大好きでみたいな、アナウンサーさんみたいな、なんていうのなんか言うなんか流れてきててよく聞いたらなんか言ってんなと思ったら、孫さんが大好きで成長をずっと楽しみにしてましたみたいに言われた時ゴーゴー泣いてた成長を楽しみにしてて、で5人いるんだけど誰一人も結婚してないのに結婚を楽しみにしてましたとか言ってて誰情報だよみたいな、それ誰が言ってんだろう、おばあちゃんが言ってんのかな、お伝えしてんのかな誰かに、なんかめっちゃ流れてきて、なんか孫の成長が楽しみで生きがいみたいなこと言ってて嬉しかった嬉しかったです。午後泣きました。なんでもう涙は枯れました。あと1年は涙出ませんきっとあ打ち合わせしてんの、誰が何を話してんだろうと思ってそういっぱいねジジとの思い出を振り返ればもう止まらなくて、涙が止まらなくて忙しかったです。でも今日は目がもう治ってきたからよかった。なんでね配信がちょっとね、なんかもうオーディション始まる前に配信しないってすごいやる気ないやつみたいで、なんかもうちょっとどうしようと思ったんだけど、 お母さんとも時間あったらした方がいいんじゃないって言ってたんですよ。でそう案の定時間なかった想像以上に忙しかったですね。忙しくてすいません、配信はできなかったんだけど、でもね、ジジと別れてきた、ちゃんと思い出、一番のジジとの思い出はいっぱいあるけど、なんかな、私女子サッカーしてて、サッカーをしてたんだけど、それの送迎っていうか送ってくれてたの、途中まで町まで行ってたんだけど、それにいつもバイクでジージが乗せてってくれてたんだけど、ジージが前で私がギューってしてジージのお腹でいつもブーンって行くんだけど、そうそれがジージはさ、私はさ中学生の時かな、それが中3ぐらいまでだったんだけど、いつもジージの後ろにギューしてブーンって行くんだけど、いとこが私以外に女の子があと2人いるから3人いるんだけど、女の子私以外の2人は、まあ、中学生だから何やろ、ちょっと反抗期とか思春期みたいな
感じじゃん、中学生の時だから。あ、いつもバイク後ろ送る時はこの色肩とかお洋服掴むぐらいで、あのいブーンって言ってたらしいんだけど、私さ怖かったの、普通にバイクが怖かったってのもあるし、あの全然なんかジージのこと、あのなんか思春期だったかな、思春期だったかもしれないけど、いつもジージにギューってして言ってたの。それをおかんがのミーコには言うなよって言って、いつもミーコあのジージにギューってして、あの可愛いちゃんって言って言ったよって今更言われて、あそうだったのってミーコは可愛いかなってずっと言ったぞって言われて、あそうだったのそうだったのって嬉しかった、そんな褒めてくれよるな。でなんかあのミーコは彼氏がおらんやろとか言われてジージに、なんか彼氏とか男を知らんけん、いつもなんかジージに牛してなんかもう純粋っていう素直で可愛いかねってジージがずっとおかんに言おったって言われて、もうそっかみたいな、ただ確かにみたいな。そういつもジージにしがみついてた、バイク乗るとき。だって怖いもん、普通に怖かったし、あとなんかジージがいつもそれバイク乗るときに、ミーコデートに行こうかって言ってヘルメットをかぶせてくれるの。そう行こうかって言ってジージといつもあのバイク乗るときはジージとのデートだったそれでなんかあの私のことをあガールフレンドって呼んでましたみーこはおいのガールフレンドやけんなって言って、そう言っていつもギューして言ってました。そうだよ、楽しかったな、バイク。いやめちゃくちゃね、大型バイクなんですよ。なんていう、ちっちゃいバイクじゃなくて大型バイクだから怖いのよ。乗るだけでも大変なの、大きくてバイクが。82歳だったヘルメットそうバイクはいっとこ男の子はもう一人いるんだけど、男の子って言ってもまだ高校生かな、のいとこがねバイクもらうって言ってた。小さいバイク、確かに小さいバイク怖そう。大きいバイクはね確かにあのどっしんってしとったけん安心感あったかも。宮川さんありがとう、ハート。そんな感じでおじいちゃんとの思い出は、楽しい思い出がいっぱいです。あれあれ何これ、これ感じ合ってるかな、まあいいか。そう、ギボなんて、そう大きかったっけ、安定してたし、あのジジ運転上手だったから全然落ちそうな感じはしなかったけど、私ジェットコースターとか苦手だからさ、シンプルあの風を切る感じがあんま好きじゃなくてそう絶対落とさんでねって言って、なんかさ古臭い考えだからさ、ジジはさ古臭いっていうか、だからさあのお勉強しなさいみたいな感じで、うち双子なんだけど、双子の相方が大学行って公務員になったみたいな感じやけんか、なんやろ、じいじのお気に入りはさ、りゅうさん結構お気に入りでそうで、りゅうさんのこともいっぱい自慢してたって言ってた、親戚とか近所のおばちゃんたちが、なんとか大学に行って公務員になってなんとかっていう仕事に入っあのついてって言って自慢してたって言ってて、自慢の孫だったかなと思ったら嬉しかったですよ。そうもうね泣きました、たくさんいっぱい泣いたんで、もう元気いっぱいになった。そういうお気に入りよ、リュウさんは
どっかでどっかでどっからかきっとじいじが今回のオーディションも見守ってくれてると思います。見守っといてねって言って言いました。でもさ、なんやろ、うちのおかんのお父さんなんだけど、お母さんがすごくてそう、お母さんがすごくてね、大好きだったんだよね。私自身がお父さん子なんですよ。私がね、そう、私がお父さん子なんだけど、うちのお母さんもめちゃくちゃお父さん子でパパっ子で、じいじとお母さんがセットだったから、いつもお母さんがさ、もうすごくて私はお母さんの、あの 介護じゃない、看護、何お母さんのお世話担当でした。昨日もお母さんも、今日は多分元気そうだったけど、あ、そうそう、竹馬のじいじ竹馬のじいじだよ。おみくなの、嬉しい、応援してる、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待ってね、ご、ざ、あー、いい、抜けてた、喋ってたら、お邪魔します、ありがとう、ありがとうございます。タコすみっこ嬉しい、ご、ざ、あー、もう間違っちゃったじゃん、もういいや、ここ逆だけど、いっぱい食べたけ太ったかもゴールデンウィーク中でよかったです。本当に私が東京行ってる時だと、帰ってくる時はもう時間もかかっちゃうし、会えてなかっただろうし、最後よかったです、ありがとうじいじ、タイミング、いいタイミングだった。なんて書くかな、なんて書くかな、ちょっとちっちゃくなっちゃう、私もじいじいにいっぱい可愛がってもらったけんさ、もうお母さんがすごかったよ本当にお母さん見てたらなんかさ、もう心配になっちゃう本当に。お母さんはじいじの前だとやっぱいつまでも子供ですね私が言うなって感じですけど、子供から見てもお母さんはめっちゃ子供だった、じいじの前でいつも、やっぱりいつも子供だったし、お葬式の時もずっともう子供のように泣いてましたあんな、なんかあんな泣いてるお母さん初めて見た。お母さんね、なんか号泣とかいうレベルじゃなくて、途中過呼吸になっちゃうぐらい泣いてて、ずっと近くいたけど大変だったありえないぐらい、まあ、今は元気ですけどね。ありがとうみきゅんってずっと言ってました、今日も今日も言ってたよ、いいよって言って、私が貸したハンカチもうびっしょびしょになって、もうこれいらんって言ったおかん、これいらんわもうって言ってあげました、マリー・クワントのハンカチいらなすぎる、あんな鼻水と涙と、ね、もうジジがさ、いいよったよって言って、最後会った時もおかんに泣くなってもう泣くな、そがんって言ってたんですよ、もう泣くなって言えるよって言って、要素が涙出るねって言って、そんな出る人見たことないよって言っていっぱいお水持ってきて水分補給させました。今日は元気になる、あとね、あのモスバーガー食べたら元気になってた、うちのお母単純すぎる、かわいいと思って、モスバーガーであんな元気になれるんだって、子供みたいやね本当私とおかんは兄弟みたいな感じなんだけど、子供やんってじいじも笑いよるやろうなって
ほんとね、いっぱい食べてましたよ。あんな泣いて、あんな食べて、子供でした、おかんが。でもさ、おかんが泣けば泣くほど私も涙がめっちゃ出ちゃって、おかんのそばにいると私もずっと泣きっぱなしだった。やけん、もう元気出してって言って、もう笑ってよって言っても3秒ぐらい笑ってまた泣き出すそう、もらい泣きしたね。あと、まあ、今もね1日経って笑い話なんですけど、仮装する時も一生手離さないの、うちの子自分でも気づいてたみたい。なんでも困ってたやんって言って、あの担当の方が、担当仮装場の方がもう困ってんのおかんが離さんからって言って、私がもう引っ張って。そう、でもね、今日は元気に、みーちゃんトルコライス食べよっかとか言ってきたから元気になってよかった。単純なおかんでよかった。でもね、ちょっとね心配になるぐらい、今日も昨日も家帰ってきた途端、みーちゃんじじじ死んだとか言われて死んだよって言って、え本当とか言ってくるのねずっとさ信じられんみたいで、信じられんわけじゃないけど、またこう普通の日常が始まると、なんやろ、忘れちゃう、忘れちゃうっていうか、なんかね、日常のどっかでまたいつも通りじいじがどっか過ごしてるっていう気持ちになっちゃうんだろうね。慣れるまではもうちょっと時間かかりそうだけど、お母さんと一緒に、私ちょうど おるけん、もうちょっと、そう、お母さんの心のケアも。でもね、そんなあれよ、うちの子はね、あの最強メンタルなんでいすごい泣いちゃうけど、その期間は一時したらもうケロッとしてるのだけん大丈夫。心配になるけどね、その時はここの中で生きてるやで、そうそう言ったよ、そんなやって、まあまあ、あの見守ってくれとるよって言って、分かっとるよみーちゃんって言ってたそうよね、うんうんって言いながらゴーゴー泣いてたあー面白い。うちのお母さん可愛いんだよね、子供みたいに、子供みたいな反応するの。死にはしたくなります。そうなのか、何年経ってもやっぱり忘れてないよね。うちの時は誰が二人を、え、二人、誰が二人、二人って誰私、え、私、マイクさんありがとう、ハート。あ、そう、精霊流し、え、どうやろ、精霊流し、あ、でもやるんじゃない、来年、あ、来年じゃない、今年かな、今年だよ、初盆だから、え、今何月、そうだよ、今年ですよ多分。え、やばいやばい、今ね頑張って書いてるよ、ちょっと待ってね。そう、今長崎、あ、そうなんですよ、アイドルのオーディション今参加中でございます。頑張って、あの、ん、頑張って予選突破したいと思います。応援よろしくお願いします。頑張れ。注意点でしょ、あの年齢ね、非公開ね、バッチリです、まだ言ってない、うん、今年かな。ちょうど幼馴染のおじいちゃんも亡くなったっていう話だったから、なんかちょうど話した幼馴染と、やっぱもうそういう時期か、時期っていうか年かって言って、あんまずっと泣いてても一通り泣き終わったんですけど非公開、いや一応全然公表してるんだけど、あの配信では言わないようにしてます。予選はね、そうね、とりあえずなんかあの6位以内だよね。いや予選は突破せんと、もうあれよ、油断禁物だけど、それぐらいの、予選は絶対行くぜぐらいの気持ちじゃないとダメばい、いかんといけん、予選は、予選でずっこけてたらもうね
大変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 。こんばんは。おじいちゃんもこう応援してくれてるかな。せいまちょっと頑張らんと絶対。おばあちゃんもね大変だったけど、まだおばあちゃんはさいるから、あとはおばあちゃんが一人になっちゃったから、これからおばあちゃんをより一層気にかけていっぱい会いに行かないとねっていう感じです。そう、今年の夏です。8月です。バッテン少々、え、曲わからんか。バッテン少々なんかある。頑張れ。1位じゃないといけんとかはないと思います。多分6位以内に入ればいいんだと思います。え、バッテン少女隊の方なの。で、ごはゆる、え、そう、もうちょっとまね、あのバタバタしちゃってて、他のあのよす方のとこはまだ全員は見れてないんだけど、どうなんだろう。グループのさ当たり外れみたいなのもきっとあるじゃないですか。どうなんですかね。いや、思ったよりっていうか想像の100倍多かったです、オーディション。こんばんは。そこかしこで歌ってって言ってた。え、そうなの。そうなの。手が出来認知症になるのがございます。あ、そうか、そうですよね、認知症。もうちょっとなんか若干危ないというかとこがあって、何回も同じ話してたな。何回も同じ話してたから、でも自分で言ってるんですよ。なんかもうおばあちゃんはボケてからって言っちゃうけど、全然大丈夫よって、そんな元気やったら大丈夫よって言ったけど、確かに同じ話何回もしてた。電話せんと、毎日毎日電話せんとな。私の電話番号もね教えてるの。一見たまにかかってくるけど、うん、いっぱいかけていいよって言わんとね。寂しいよね。でもおばあちゃん強がりやけんさ。強がりやけん。大丈夫かな。よっしゃ、できました。じゃーん。カトレアさん。虹って感じなんか違う気もするけど。合ってるかな。虹とはありがとうございます。オーディション、あ、違う違う、あのありがとうございますって書きたかったんだけど、あの喋ってると書き間違えました。喋りながら書きよったらさ、うん、結構難しくて、こう出るのとこう書くのってめっちゃ難しくて、すいません。え、絶対間違ってるよね。ございますじゃないよね。あ、虹は合ってるよね、多分。虹は合ってるんだけど、ございますがちょっと間違っちゃった。難しいんですよ、書きながら、聞きながら、あ、違う、読み、あの、喋りながら書くって意外と難しいんです。え、ちょっと待って、私ちょっとバカと思われたかな、これ。大丈夫かな。バカじゃないですよ。ちゃんとあの、ちゃんと、あの、漢字、剣持ってますから、漢剣とか、英剣とか。ちょっと思ってますから。いっぱいフォローしたかんと。フォローしとこう。はい、あのいっぱい検定持ってるんで、おバカちゃんじゃないですよ。でもちょっと間違えました。こういう日もあります。こういう日もありますよ。ありがとう、カトリアさん。ぜひぜひスクショしてってくださいな。え、ちょっとどういう感じがいい。ピースにする。今日ね前髪切ったんよ。可愛いですか。じゃあピースにしちゃおう。に、見えてないか。ガトレアさん、ニジタワーありがとうござまいす。ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ござまいす。え、なんかさ、み見る分にはさ、あの見る分にはさ、ございますとあんま変わらんくないと思ったけど、読んでみると全然違うな。ござまいすって何。読んじゃいかんな。だってこうパッと見さ、パッと見
間違ってるって分からんくない？え、分かります？ね、分かんないよね。ありがとうございますって見えちゃう。ありがとうございますって見えるけど、よく見たらござまいすあー、ござまいすです。カトリアさん、虹とはありがとうござまいす。オーディション頑張るので応援よろしくお願いします。にござまいすですあー大変大変。うわ、みんな派手犬さんびっくりしちゃうよね、きっと。こいつ日本語も書けないかと思って。書けますよ、本当に。英語もできますから、やめてください。ござまいすだけで判断しないでください誰に切れてんの私一生懸命フォローしてるんだけど、もう無駄かな、ござまいす。これ無理、ござまいすのフォローできないか。いや、むずいんだって。皆さん飲んでませんし、血が綺麗でございますありがとうございますえ、わかるの？え、わかるの？え、ございます。スーを差し上げます。ございます。目が滑る典型って何？え、なん滑る典型って典型？あ、典型って何？長崎弁なわけないでしょ長崎弁にしとくか、私がポチンって思われる前に。でもちょっといいじゃないですか、記念に撮ってくれたスクショ、ござまいすボード。こんなもうあれよ、レア感あっていいじゃないですかに今日前髪切ったのどうですか？いつもよりなんかちょっと短め&パッツンにしました。うさまいす、え、人気出る、嬉しい。まいず、おの上水まいす、誰だよ。うわ、すごい、2位まで、あと2位までってこと、今3位か。え、1回下がってまた上がってるってこと？あー、すごいね、2位の方、ありがとうございます。ありがとう、カトリアさん。45分経ったの早、安心したって。アイコマスでした。あ、こんにちは、言ってゆくでさん、本当にありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございました。イエーイ、木立さんもありがとう、欲しい。おみずき頑張れもありがとうございます。その嫌よ、嫌だよ、もうやばくなった、また投げた。あ、嬉しい、ありがとうございます。うわ、本当にもうあの頼もしい、頼もしすぎてどうしようか。作戦はですね、作戦は予選はギリギリ、準決勝は飛び抜け1っていう、もう決勝まで行っちゃうと負担が大きくなっちゃうから、決勝での戦うってなるともう準決勝で決めちゃおう絶対にっていう作戦です。なんで予選はギリギリっていきましょう。ギリギリも厳しい、ギリギリも難しいか。ギリギリっていくとさ、あれかな、あの最後逆転されたりするんかな。あー、むず、むずじゃない。昔の俺がたくさん取得されてる。あ、最近全部はないですけど、最近のは取ってある、取ってある、取ってるわけじゃないんだけど残ってる。かわいい、かわまいす、前髪かわいいデバイスね、流行らせんで、それも見に行く。あ、審査員の方もいらっしゃるって聞いてますよ。ハート、ありがとう。自分で切ったよ、ゴミ箱の前でキッチンバサミで切った。え、みんなキッチンバサミ、うるさいんだけど、あのさ、配信ってさ、あれやろ、コラボ配信とかさ、声とか入っちゃいかんちゃろ。ここ実家なんですよ。ちょっと相方、双子の相方が歌歌ってる。くしゃみりそう、やばいやばいやばい、くしゃみりそう。あー、なんかさ、めっちゃくしゃみ出そうなの今日一日。はあ、どうしよう、くしゃみ。ギリギリ耐えました、耐えましたよ。ござまいすパワーで、どんなパワーなの。いや、ハロー、こんにちは、すーさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。服かわいいって、これはおかんの
そうね、5位とかでいけたら一番いいのかな。だって予選は6位まででいいけんか、6位まででいいんですよ。6位まではいけるけん。これあるんかな、そういうなんかサッカーのトーナメントとかで、あのサッカーのさ、あの何グループ分けみたいな感じでさ、1位と6位が準決勝同じグループみたいな。あ、でもそれあるよね、もちろんね、ある程度か固まらんようにはなるよね、きっと。ってことはやっぱ6位で行くとちょっと不利なんか、いや1位で行った方がいいんかな。え、そういうことですか。いや、そういうことでもないか。どういうことですかそういうことですか。その可能性ある。天才、ありがとうございます。いえ、よく言われます。嘘です、ありがとうございます。天才なんか言われたことないけどめっちゃ嬉しい。嘘、フォロワー数1、嬉しい。私さ、あのフォロワー数を何かしらでなんかこの人すごいって思ってもらえるようにというか、何やろ、フォロワー数何か一つなんか強みを持ってたらいいかなと思って頑張ってたの。フォローお願いしますってショールーム始めてずっと言い続けてたから、嬉しい。フォロワー数1位は、そう、ショールーム審査は準決勝で1位を取るともうその時点で終了なんです。なんで絶対に1位で、もう最短でショールーム審査は終わりにしたい。あ、大丈夫、風邪つぐ、くしゃみちょっと出そうなの、すいません。そう、次のグループ分けの影響あるんかな、やっぱりアジア予選的な、どうなんですか。確実ね。そうか、やっぱそうなの。やっぱ予選もそうだよね。2位、やっぱり2位ってこと。まあ他がいいやん。そうか、そっか、いっか、じゃあとりあえずね。そう、準決勝みんななぎな、なぎ倒してる、かっこよすぎるでしょ、なぎ倒すぜって。グループの中、そう、そういうこと、どういうこと。かわいさ1、かわいさ 1、 かわいさ、あ、同じこと言ってるやん。公式に書かれとった、あ、丸さも書いてあるだけ。嬉しいやん嬉しいやんか。スーさん、ありがとうございます。やば、もう50分過ぎてる。あの目悪いけど見えん時計、突破しましょうって。頑張るわい、サカッタさん、ありがとう。欲しい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 。受験です、違います、もうスターじゃないんだから。何がよ、何がよ。枚数も1、誰なの。枚数は52分、52分だって。じゃあもうちょっとですね。みずきは九州弁で喋ってもよかよ。ずっと長崎弁ですよ、ずっと長崎弁でもピーチクパーチク喋っております。世界レベルなもの。今日ね、私ね、夢の話があって、あの夢で23の新メンバーになってましためっちゃさ、すごくて、今日の夢。私さ、まあ、23もすごい好きだけど、すごい好きっていうか、あの普通に可愛くて歌もよく聞いてるから好きなんだけど、すごい大ファンみたいな、追っかけてるとか、どのメンバーがすごい推しでとか、そういうなんかこうガチ勢とかではないんですよ。ないんだけど、夢の中で私虹プロジェクトに参加してました虹プロテクプロジェクトに参加してたわけじゃなくて、NiziU の新メンバーになる夢だった。で、なんかすっごい大きな会場で、大きな会場でリハーサルリハーサルをする夢だった。ねえねえねえ、すごい夢ですけどね。で、なんか昨日一昨日も言われたわ、リュウさんに。リュウさんっていうのは双子の相方なんだけど、みーちゃんってさ9割夢の話してるよねって言われて、そんなことないですし、9割夢の話ってどういうことしょっちゅう夢の話してるんだよね、私。そうで、ちょうど23の夢の話もしなきゃいけない、今日見たばっかりだから。だってすごくない？23だよ、私、23だよ。
応援してる、ありがとうございます。会社クリロナが中学生だって、クリロナが中学生と試合してるわかりやすわかりやす、その例え。早めの時間来てください。あ、了解です。もうありがとうございます、ご連絡、ご連絡ありがとうございます。23じゃないよ、23だよ。募集してたっけ、いやしてたんじゃない。私の夢の中では追加メンバー二次プロジェクトさん、開催されて参加してました。私グループ名何だったっけ、ござまいすね、ござまいす。もう嫌だ、ござまいす、もういいよ、引きずらんで。私が定時さんの会があ4月に、そうなんだ、ってでしょ。あ、電波悪いかも、止まってる、やばい、くしゃみ出そう。ずっと言ってるけどマジくしゃ、平日、あ、待って、止まってる、平日来れないっていう話。え、了解です、教えてくれてありがとうございます。A キャッターってめちゃくちゃ電波悪いかもしれない。7割あんま変わらんやん、9割も。 24? え、23です、まだ23。 X でおいって書いて、おいって、おい、おいって始まるで、配信って150%、いや、やばいやろ、あ、言っちゃダメだった。危ない、えね、わ、悪い、ちょっとござまいすのマイス担当こと天上瑞希です、にする。もうさ、新規一点さ、名前芸名にしてさ、マイスにしますか。あいまいまい、張り切ってマイペース、マインちゃん、マイスちゃん。電波ちょっと悪いかな、そろそろ、あ、もうそんな時間ですか。ただいま55分、じゃあランキングを読みたいと思います。もうね、できるだけできるだけ予定のスケジュール通り動かんといけんけんね。そう、3時間までしか配信しちゃダメやけんね、まあ、3時間までで、3時間も長いんですけど、だいぶなんかね、ちょっとでも伸びるとね、え、これ勝手に切れるのかな、じゃあちょっと短めに切った方がいいのかな、え、難しい。じゃあランキング読みますランキング読みますよ。第13、あれあれ、配信切れてる、切れてない、第、あ、切れてる、切れてない、第13、え、切れてますか、切れてないよね、なんかピコピコしてる、あ、じゃあ一回大丈夫か、え、コメントとない、来てる、え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 、わー、大丈夫か。じゃあランキングを読みたいと思います。第13位、ふみさん、ありがとう。第12位、いとしさん、ありがとうございます。第11位、みよかぼるさん、ありがとうございます。第10位、ひなたさん、ありがとうございます。第9位、かるたさん、ありがとうございます。第8位、たかりんさん、ありがとうございます。第7位、つばささん、つばさ、ほしいさん、ありがとうございます。第6位、662BPM さん、ありがとうございます。第5位、カップデさん、ありがとうございます。第4位、サクッとさん、ありがとうございます。第3位、エビサムさん、ありがとうございます。第2位、キドチさん、ありがとうございます。第2位、キドチさん、ありがとうございます。第1位は、ドロロ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 、カトリアさん、ありがとうございます。第1位はカトリアさんでした。二次プロジェクト、私が二次プロジェクト夢に見たのを知ってるかのような、虹タワーでした。知ってたの、もしかして私が二次優に追加メンバーで加入したこと知ってたのかな。嬉しい、ありがとうございます。虹タワー本当に本当に一番最初の配信なんで、今回のオーディション初っ端の配信でこんな素敵な豪華な虹タワー、ありがとうございます。めちゃくちゃ盛り上がったし、最高でした。ありがとうございます。あゆみさまさんも優勝、ありがとうございます。ありがとう、あゆみさまさん、優勝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 、
3時間超えられない。そうね、そこだけはちょっと気をつけて。次は22時からの配信になります。あ、やばい、切らんと。そろそろちょっと修正して X にあげるね。あ、何を修正するの？何でも修正してください。修正をいっぱいしましょう。そうそう、修正必要なとこはいっぱい修正して絶対アイドルになってねって。ありがとうございます。頑張る、バーイ。皆さん応援よろしくお願いします。すごい、タネタネさんもありがとう。なんかさ、いっぱいあの応援しに来てくださって、コメントもいっぱいくださって嬉しいです嬉しいです、とっても。では本日もありがとうございました。皆さん、新規というか、の初見の皆さんはよかったらフォローもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTokもやってます。他の SNS もフォローよろしくお願いします。ではこっそり応援してるからって、いいよ、こっそりじゃないけど、ありがとうございますお疲れ様です、お疲れ様です。またね、韓国から嬉しい、アニハセヨー、カムスハムニダー。あ、いいと思うね。あ、それは大事、一番大事な修正です。では皆さん、本日もありがとうございました。本日とかの一部第一部ありがとうございました。では、やばい、くしゃみ出そう。あ、クーラー入れたけんかな。じゃあ第2部は22時から2時間です。皆さん、また2時間後ね。あ、1時間後か、2時間後か、2時間後ね。はい、どうだ。あ、いけたいけたできました。テロップが難しくて。皆さん、こんばんはこれはこの間の試合でもらったビファーレン長崎、ビファーレン、おーおーガンタレ、おーおーおーっていうビファーレン長崎のユニフォームみたいなハッピーでございます。これはですね、無料で配布されます。ありがとう長崎ありがとうビファーレンの運営の方、ありがとうございます。無料でいただきました。3位だって、おめでとう。1位は、あ、1位どこ、あ、あれやろ、セレッソさ、この間見た時1位だったけど負けたんでしょ、今日。あの大阪ダービーね、ガンバが勝ってたね、ガンバが勝ってたでしょ。セレッソ1位じゃないと、今何狙ってるの。え、今ですか、オーディション。オーディションは1番狙っとるけど1番狙っとるけど、6位まで準決勝いけるけん、6位までに入るのが目標。1位ってわけでもないけど、長崎も順調けどね、引き分け、負けてない、負けて、なんか鼻詰まってる負けてやないけど、勝ってないんだよな、2戦。そこがちょっとね、ここね、ヘルペスができて、ほら見て、机持ってきた。こうやったらさ、ちょっと楽じゃない。2時間、今から2時間なので、ちょっといつもさ体操座りしたり、ちょっと体勢が難しいから、今日は机を準備しました。このリップはラメがついてて可愛いです。キラ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 、頑張れー。町田が1位か、さすがですね。また町田ですか。2位はどこ、3位が鹿島、2位、広島、神戸か、神戸、町田、神戸、鹿島なの。甲府は体力温存、確かに温存しとこう。準決勝でもぶっちぎり1番取りたいな。そしたらもう気が楽だ。結構私ってなんかあれみたい、なんか小心者的な
意外とね心配性なんかな。いつ登ってもらえるんですか。これね登ったらあの普通に物置みたいなとこに行くんで、登っていいことはありません。特に登ってもね何にもならないんだよ。セレッソ、お水着が友情、お腹痛くなる。え、なんで知ってるの。え、なんで知ってるの。なんで知ってる。あ、お腹痛くそう、そういうことか。いや、なんかあの緊張してお腹痛くなるは別に置いといて、今日普通にお腹壊してて、多分東京に住んでる時は、一人暮らしの時はもうあんま食べないんですよ、一人だと。よくダイエットしてたりとかで、なんだけど今日はっていうか、もう実家に帰ってきてるから、もうずっとさ、そのお葬式とかさ、いっぱい食べ物があるんですよ。で、食べんねって言われるけん、いっぱい食べて、あとお腹壊しました。普通にお腹壊して、今日は一日大変です。これどうやってキスするの。こうか。ハートありがとうございます。ありがとうブリントさん。食べ過ぎちゃった。お寿司も食べて、いっぱい食べた。そう、島流し。え、 Wi-Fi あるんですか。島流しは Wi-Fi ある。たまに Wi-Fi ないやウリトさん、ハートありがとう。ん、秘密よ。私の高校は言ってないよ。12って誰。12は BB 君。おーおービビ君です。12番はビビ君だよ。イジガル調子どんなよ。え、イジガル選手はもうバチグー調子いいですよ。5月いつやったっけ、いつやったっけ、3日かな、3日試合に見に行った時はイジガル選手が点決めました。まあ、イジガル選手ってねが決めましたね。食べ過ぎてお腹壊したよ。こんばんは。本当に、え、 Wi-Fi なくて見れてますか。頑張って。島の Wi-Fi、 島そうそういうこと、そういうこと。12番、すごい。ジグル選手期待してます。あ、レミタンが初選抜入り、やったやった。その話もゆっくりしたいんですよ。可愛いっていけちゃう。ありがとうございます。そうだよ、こんばんは。あれ、さっきちょっとコメントが流れちゃったんだけど、来週トラスさんに応援しに行きます。うわ、いいな。来週は私もういないのかな。何日だっけ来週って。来週はもういないかな多分。意地悪選手じゃない、意地悪選手ねやめて、すごい優しいと思いますよ、意地悪選手意地悪選手見れてるでーって。ハートありがとうございます。皆さん、じゃあティフで5体目、年子にそう聞いてください。同期のあの、ほんと誇らしいですよ。レミちゃんがあの選抜に入ったんですけど、レミタソ先生はですね、あ、ちょこちょこ会ってて、会うたびに選抜に入りたいってずっと言ってて、選抜入りたいっていうのも言ってるし、選抜にあのよ、なんかね、目標があったの。何歳までに選抜に入るみたいな目標があって、もう嬉しい本当に嬉しい。こんな、なんか思ったより早くて、もうちょっと先かなって言ってたので、そうだ、なんかインタビューかなんかでも言ってたと思うけど、レミがインタビューじゃないな、あのあれか、発表された時にも言ってたと思うんだけど、ちょっと焦ってたって言ってたんだけど、レミちゃん、そうちょっと2人でさ話しながら言ってたの。
やっぱり新しい新メンバーの方、後輩のね、あの17期生、18、19期生たちがさ、結構勢いもあるしキラキラしてる方多いじゃないですか。それでね、後輩が選抜に入っていく中、入れんって言って悩んでて、これからさって言って、レミちゃんと頑張れって言って、選抜入っ、いやは、いや言ってるな、私選抜入ったら焼肉って言ってたな覚えてるかな、レミちゃん忘れてたわ、そういえば言ってたな、焼肉だとか言ってたんだけど、いや忘れてるわけないか、焼肉連れてきますレミさんもいや焼肉連れていかんといけ、あーよかった、叙々苑とか言ってなくて。そう、妹みたいな同期ですけど、友達みたいな妹のようなうれしいですよね、そりゃうれしいですよ。で、見たそう、同期初ですよ、同期初だもんね。こうなると次はひゆかちゃんが、ひゆかちゃんが、あ、すいません、なんかめちゃくちゃ、なんやろ、身内ネタっていうの、こういうのでも私のあのフォロワーさんって結構多分多いと思うから、AKB のファンの方多いと思うけん、ちょっと話させて。あのね、次は多分ひゆかなんです、ひゆかなんです。ひゆかもね、私ひゆかはねあんま会えてないんだけど、会えてないんだけど分かるよ、ひゆかの、ひゆかはね、結構負けず嫌いやけんか、負けず嫌いやけん、きっと多分デミの選抜入り嬉しい半分、多分ね同期やしね、同級生やしね、きっと あると思うんで、悔しい気持ちとかも、次は自分がっていう気持ちもあると思うんで、頑張れひゆかひゆかとデミもね、一回入ってまた次ってなると、まあね、あれやけん、次も入れるように、いや大変やね頑張れ二人とも。なんかさ、本当になんか私ね、ずっと言ってるんだけど、レミとひゆかは私の6個も下なんですけど、毎回言ってるんだけど、あの二人ってマジで何がすごいかって、何がすごいかってですよ、私と同じ、活動という活動内容、まあ仕事っていうとなんかあれやけど、まあ仕事ですか、仕事ですかね、まあ仕事ですよ仕事内容を12歳と私は19だったから、19とか違う、12とか13で私と同じことをずっとやってたんだよ。ダンスを覚える、あのダンス、なんだっけ、フリーポジション、なんかフォーメーションとかいろいろあるじゃないですか。19歳の私でも帰り泣きながら帰ったことがあるぐらいできなくて、覚えきれなくて、あーもう間に合わんと思ったらさ、なんか自然と涙が出てきちゃったりとかしてたんですよ。それを12歳でよ、同じことをやってたんだよと思うと、もう毎回もすごいな、あの2人って思います。まああの2人に限らず、年下メンバーは特にね、思います、思いますよ、本当すごくないですかすごいと思うし、あの飛行機に乗って移動するだけで私はもう本当大変だった。田舎っぺ娘だったから、何、渋谷行くのも新宿行くのも一人で行くの大変だったから、一人で行けたり移動もできるし、スケジュールもちゃんとは何管理できて、もうすごいなずっと思ってました。今でも思ってる、やっぱあんだけ幼くて、幼かったんですよ。今は19だけど、18か18とかだろうけどねー、
ガンバヒユカメラメラ燃えてるよ。ジュジョインとか言わんくてよかった。ほんと焼肉やけ、牛角とか私牛角行ったことないんだよね。牛角行ったことないんだけど、あれでしょ、安いんでしょ牛角って。福井の期待の星だからって、もう期待の星。日向はね、なんか器用なの、器用やけん、うん、何でもすぐにできちゃうんですよ。尊敬する。12歳で、多分本当は12歳じゃなかったのかなって思っちゃうぐらい泣きながら、そうパンクしそうになる時もありますよね。おみずき精神年齢が13歳だから、でもそうかもしれん。レミちゃんといつも一緒おったもんな。出てた、え、あ、結構前じゃない、あれ結構前じゃないっけ、水曜日だった、なんか出てたね。応援してる、ありがとうございます。頑張れ、ありがとうございます。そうだよ、毎週飛行機移動、電車だけやるって本当だよ。12で夢のとこ怒られない、でもすごい、いや本当すごいと思う。なんで私あんな怒られてたのに牛角美味しい、美味しいよねきっとね。レミちゃんあんな子供だったのに、ひゆかの笑顔世界的、ひゆかの笑顔可愛いよね。レミちゃんも笑顔可愛いけど、ひゆかの笑顔はねもうデビューした時から思ってた、なんだこのキラキラした可愛いと思って。今でも変わらんもんね、ひゆかのあのくしゃってした焼肉キング食べたことない。キングも、え、なんだこれ紙。そうなんです。あれないないない、くしがない。あ、今日ね焼肉食べましたね。聞いてくださいよ、今日のあの尾上家のご飯は。焼肉苦手なんですか。今日の尾上家の、今日の尾上家のご飯は焼肉でした。寿司三昧みたいな形取ったけど焼肉でした今日は。親戚のおばちゃんが今日もお泊りなんで、焼肉でした。しかもね、聞いて、双子の相方がいるんだけど、双子の相方が今日もおばちゃんのためにイカを釣ってきてくれました。イカなんで、今日はイカのお刺身とイカのなんか焼きイカみたいなのと焼肉です。焼肉も食べて美味しかったです。しかも食べに捨てない、しかも家の目の前のおばちゃんが育ててくれた、え、田舎なんですよ、うちめっちゃめっちゃ田舎なんだけど、お家が目の前の畑で目の前のおばちゃんが作った畑で作った玉ねぎをたくさんもらって、玉ねぎたくさんもらったんで、もうめっちゃ美味しくて、その玉ねぎが、そう、その玉ねぎとリュウさんが、お兄ちゃんね、双子のお兄ちゃんが釣ってきた、さっきまで生きてた新鮮なイカを食べました。もう本当に幸せでした。田舎に住んでてよかったです。こんなに素敵な、新鮮よ本当に。だってもう、あ、釣ってきてそのままあるんだもん。ピョ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 ってさっきまで動いてたのに。で、今日泊まりに来てるおばちゃんは奈良のおばちゃんなんですよ。で、なんかさ、初めて知ったんだけど、奈良には海がないんだって。そうやけん、こんな釣ったばっかしの魚釣ったばっかしの新鮮な魚を食べれんよって言って、幸せっておばちゃんもずっと言って、ああ、もうそんなん聞いとるだけでこっちが幸せって言って、おばちゃんと顔合わせて隣にいたんだけど、幸せねーみーちゃん幸せねーって言って、今日も幸せな食卓でした美味しかった、ありがとう。いいかも、リュウさん、おばちゃんも、家の前のおばちゃんも、美味しい玉ねぎありがとう。すごい田舎はさ、不便なこと多いんですよ。アクセスも悪いし、お店もないし。なんだけど、こういうご飯はね、いっぱい
美味しいものをもらえるんです。そこだけは本当に素敵ないいところ、田舎の利点です。美味しかった。おばちゃんに明日会ったら言っとかんといけん。うるさいよ、配信入ってるよ、あの声が入っちゃうんですよ、すいません。もう今日は騒がしくて、うちなんか配信、今回の配信声があんま入っちゃいかんやろう、多分コラボ配信とかダメやけん静かにしてるんだけど、静かにしてねって言っときます。でおばちゃんはあの今お散歩に行ってるんで多分静かにしてるんだろうけど、おうちんとお母さんがうるさい。りゅうさんはもう寝ました。奈良には大仏と鹿がおるけんね、いいな、いいことした。りゅうさんめっちゃ褒められてた、平和や平和平和。でね、おばちゃんがね関西弁ちゃんね、奈良やけんめっちゃ可愛い関西弁、おばちゃんにあの教えてもらった関西弁。あ、ウィンクできますよ、3、2、1どう、ピースしたいっちゃん。ダメー、入ってこんで、カラカラカラってウィンクウヒヒヒヒヒヒ。カラオケ希望って、あのね、カラオケめっちゃしたいっちゃけどさ、イヤホンないといけんのやろあれ多分。イカ星って何C だよー、 C だよー。そうか、そんな厳しくないか、電波悪かった。え、そうだよ、私結構電波悪いこと多くて、もう田舎やけんから電波が悪いっちゃ。これね、こうできるだけこう左に寄せたらいける、いける。あ、ちょっとごめんごめん電波悪かったら言ってくださいね、電波悪かったら教えて。ちょっともうちょっと開けるか、これでいいか。あら、かわいい。何、ウインクか、かわいい、ありがとう大好きさん。うまい、そうだよ、ウインクのみずきって言われてんだから、どこでだよなんか自爆した気分、こんなめっちゃかわいいこのウインク最高。なんて褒め上手なの、嬉しい、ありがとうございます。ウインクして、あ、制服の羽。え、カラオケでいい、カラオケでいい、いい、これ音楽つけるんじゃんね、確か自信みたいな。ごめんごめん、しんどさん今日は大丈夫。ウインクは3回、初見です、違います、初見じゃないです。じゃあ制服の羽歌おうか、あ、カラオケで、あ、あら、あからから、あ、アカペラで、え、でもアカペラなんで難しいことはできないか。制服の羽、制服のですもんね、A メロないだっけ、あ、難しい、制服の羽は477いきますよ。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら愛に行こう、これ歌っていいのかなこういう一応アイドルオーディションですけど、そう、 TIFF のオーディション中です。絶対皆さん8月お台場ですかね、 TIFF はお会いしましょうね。もうチケット取ってください、お水木を絶対 TIFF に、あ、水木、お水木 TIFF 行くんで。歌っていいの、よく知ってるね、うん、実はよく知ってるんです。天の着バタ戻って戻ってなの、え、うまい、だって鼻歌で、あ、鼻歌でいいの、頑張れ、ありがとう。いや嬉しい、めっちゃフォローしてくれる、いろんな方。あ、もうなんかずっと曲しゃみでそうで、言いたいことがあるんだよ。あ、嬉しいね、レミちゃん選抜本当嬉しい、レミの選抜は本当に嬉しくて、あのちょうどさ、お葬式の時だったのよ私お葬式で帰ってきて夜だったでしょ多分発表がね。で結果つか泣き疲れててなんか元気なかったんだけど、昨日ね、昨日の夜かな、
元気なかったんだけども、レミのそのさ見てツイッターでめっちゃ嬉しくてめっちゃ嬉しくて、もうレミって家族みんなに言いました。レミちゃん入ったよ選抜って言って、リュウさんも喜んでた、あー言ってたもんねって言って、選抜でまだ入ってなかったとって言ってた家族入ってると思ってた。いや確かに入ってるぐらい活躍してるもんね、入ってるって思っちゃうぐらい活躍してるイメージはあるねって言って、何日目あそれねまだ言われてないの、3、4、5のどれかって、3、4、5? 2、3、4?ね、なんか入ってそうな勢いですもん。やばい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 、やばいよみんな。充電されてなかった、ちょっと一瞬OK。 ちょっと待ってさ、あのさ予選今日初日なんですけど、予選初日なんだけどさ、痛い、あすいません、爪が割れそうだった。ねえ、ねえ予選初日なのにさ、なんか結構あれですね、予選でも、予選でもすごいな。だって私今5位だもん、まあ、5位でもいいんです、作戦通りなんで今のところ大丈夫やけどさ、なんかさあれやね、思ったよりやっぱりさ、みんな飛ばしてます、飛ばしてるんですか、それともこんなもんですか。私こういうこんな規模のオーディション受けたことないし、夢で20入ったけど、昨日5位って4位の次ってことやん、え、そうだよ、3位の次の次ってことだよイベントの組の人も全然、あ、そうなのか、もう私さっきさもうすぐ焼肉食べて準備して食べてたらあっという間に2時間さ来ちゃってさ、あのまだ他の人見に行けてなかった。そうなんだ、いや記念的な、でもどうなんだろう、結構プロフィールとか見に行ったんですけど、皆さんのプロフィールも結構しっかり書いてる方が多かったから、記念受験ってことはないんじゃないかな、あんのかな、オーディション、イトルオーディション受けてるでしょ、あ確かに AKB オーディションも受けてる、そう AKB のオーディションはショールーム審査なかったから、私は今だとさ、なんやろな、NMB かな、 NMB とか今オーディションでショールームやってるでしょ、で17期生もかな、オーディションあったのかな、ショールームがあったような、 17?18? 違ったっけ、 AKB はないのか、 HKT とかもあるじゃないですか、ショールーム審査が、私 A とはなかったから、ショールーム審査ってだいぶでかいですよ、本当に難しい。ひちみちゃんは私なん HKT48 オーディション受けたことがありましてひちみちゃんという名前で受けたことがあるんですけど、あん時はね顔は出してなかったけど、でもラジオ配信の中では確かすごい上の方に行けたの、オーディション落ちましたけど落ちたんですけど、落ちはしたものの確かラジオ配信者の中では結構上位だったんだよ、私頑張ったんだから。いや難しかったもん HKT のショールーム審査も、いやでもこのオーディションの方が、今回のオーディションの方が受けてるか、受けてる参加者は多いと思う、 HKT の時よりもっと絞られてたから、名前忘れてた、 HKT の時は名前出しちゃダメなんだよ、オーディション生は。結婚してありがとう、ともきさん
ありがとう。星集めに行ってたかも。え、何の話？今日行ってきて。行ってきてください。お願いします。お願いします。星集めてくださる方、よろしくお願いします。かわいい、ありがとう、ゆういちさん。ありがとう。ゆうきさんやろ？ありがとうございます。ゆうきさんね。今の中に400歳じゃ多すぎよ。多すぎる。だってこん中から何人かやろ？数名やろ？ひえ大丈夫？戦っていける私。頑張れ、みーちゃん。自分で顔出して見つけて、いやいやいや、だって審査員は普通に顔見てたわけじゃん。顔見てたけど落ちたから、やっぱね。でもオーディションってショールーム審査はまあよく分からんけど、ショールーム審査は分からんけど、オーディションってさ、めっちゃ運半分ぐらいあるんじゃないかなって私は勝手に思ってて、HKT に受からずに8に受かったのも運というかご縁だっただろうしね、ご縁じゃないですか。なんか AKB と HKT のなんかあれやんか、なんか求めとるなんやろ、何求めとる理想像みたいなのあるやろうし、理想像っていうかね、いろいろオーディションのなんやろ、撮りたい理想像みたいなのあるじゃないですか。だからさ、あれよね、顔とかさ、ダンスとかも全部パーフェクトの子でも落ちちゃったりする時もあるじゃん。HKT の時もいたもん、すごい歌もダンスも顔も可愛かった子がオーディションで落ちちゃったりとかもあるけん、あ、やっぱオーディションって難しいなと思って思いますよね、思わない？なんか二次プロジェクトはあんま見たことはないんですけど、あるんじゃないですか、オーディションって。あ、でもさすがに実力世界実力世界なんかな、やっぱ韓国の。どうなんか知らんけど、でもご縁とかさ、なんか求められとるのがハマるかとかもあるけんね、なんかね、難しいですよね。だからびっくりしたもん、 HKT の時、あの子が落ちちゃったのみたいな子がいっぱいいたからさ。ご飯のお供って何が一番美味しいと思う？え、明太子でしょ。異論は認めません。認めません。ここに来てると思われてる、思われるてゆるきさんにいじられてます。ゆるきさん、ここに来てると思われて、思われてる。てるゆきさん？てるゆきさん？いじられてるの？大竹ひとみさんの、あ、そうなんだ。大竹さん？私のファンの方結構大竹さんのファンの方多いかも。一期って受けました、高校3年生の夏です。大丈夫だから、顔見た時女もやったとか始まったHKT って言ってるじゃん、僕でしょ。男は受けに来んでしょ。見つけてそうだよ。うちらが、うちらってなんかすごい田舎臭いか、私たちが出会えた奇跡も8に入れた件だよ。そうね、ご縁ですよね。何でもいいって、もうありがたい。どこに入る？私ですか？私どこに入るかって、8に入ったよ。出てきたね、すいません。そうそうそう、そうだよ。やっぱね、あ、なんかあるんですよね、きっとね。その時のなんかあるんですよね、きっと。難しい。もうアイドルやらない。おお、いい質問をいただきました。もうアイドルはやらない、絶賛アイドルオーディション参加中です。テンション高くてごめんなさい。今日は実家に来てるんで、実家に来てるんでテンション高くても、隣の人とか下とか上とかの人に怒られないんで、
実家にいるんでいっぱいお声を出せます。アイドル今オーディション中です。アイドルやりますよ。このまま進めばこのままうまくいけばアイドルやります。うまくいかなかったらお水木はもうどうなるんでしょうか。見えてません、未来は。このオーディションにかけてるんで、このオーディションがダメだったらもう本当にどうするんです、どうするんですか教えて誰か。かわいさの選んだみずき全部合格だ。なんでよ、芋臭かったしな。よく A と受かりましたよ。いいタイミングで A と10になってくれ、本当はそう思うと一つ一つ奇跡ですね。落ちても FC なんだが、あ、七尾ちゃん七尾ちゃん落ちておって、すごくない、そう思うと。大竹さんと水木に何のつながりが、え、なんやろ、似とったかな、顔あんまり言われたことないんだけど、 HKT だったら坂本里乃ちゃんを演じた、あ、坂本里乃ちゃんと同じオーディションを受けた、多分5期生ですよね。大竹さんね、はいはい、俺は、え、そうだよね、にわかさぽさんも好きなイメージあるかも。知ってるわ、こんばんは、今やアイドル好きなのですよねそうだよ、ぜひアイドルになってくださいって。気合いだ気合いだ気合いだ、前の話で届かん届かん、だって田舎やけん家と家が遠いもんポツンと一軒家。前ん龍おこで、あ、龍さんはさっき言われた、みーちゃんできたら静かに配信してって、できませんって言いましたもう寝てるからね、龍さん。いい質問ですね夏目さん、はたりがとう、夢にもらうか、え、私をどこに行ってもお水木についていくよ、もうどこに行っても落ちた、配信、あ、オーディション落ちたらどうする落ちたらどうしよう。カラムーンさん、いや落ちると思っちゃいかんさ、絶対受かると思っとかんと。エイトの時も絶対受かると思い込んで行きましたから、私オーディション自信が出るんですよ、やっぱり。自信ないと運もご縁も引き寄せられないから、いっぱい言わなきゃ。調べてくる。何を、ああ、坂本さん、エイトのオーディション遅刻したよね。その話なんで知ってるの。そうそう、寝るよ、朝早い、朝早いとか寝て寝て、そういう人は寝てください。今日でゴールデンウィーク最終日で、明日からも気合い入れて、みんな気合い入れて仕事に行かないといけないと思うんで、寝てください、寝寝寝寝寝寝寝てください寝てください、寝らんといけん人は寝てくださいよ。ちゃんと大竹さん知らない、違うの、どこの誰、誰、大竹さんって誰、どこの誰のこと言ってる。海月応援してる、エイトのオーディション遅刻、そう、なんでちょっとオーディション遅刻したんですよ、電車間違って。でなんか今の社長さん、駅弁の社長さん、みんな知ってるのかな、駅弁の社長さんとエレベーターで会ったんですよ、エレベーターで。それで、え、なんで遅刻したのって言われて、電車が違う方向に、電車がそう反対に進んだんですよみたいなことを言ったの。初めて確か東京行ったのかな、その日に。で一人で人生で初めて電車に乗ったから、電車の乗り方が分かんなくて、長崎電車ないんですよ、路面電車しかないけん、なんか JR とか地下鉄とかがなくて、空港からそのモノレールに乗って地下鉄に乗ってみたいなことをしなくちゃいけなくて、乗れなかったんです。で、まあ、反対に進んでたんですよ、全然違う方向に行ってて、それを社長さんに言ったの、反対に電車が進みましたって。そしたらめっちゃ笑われたそれで笑われて、なんかその偉い方とは知らずに普通にペチャペチャ喋ったので、反対に進んじゃってとか言って、失礼しますって言ってオーディション入ったら、社長さんで、あ、さっきの方だみたいになってびっくりしました。そうなんだよ、もうびっくりしちゃった。んいや本当に懐かしい人生
いやでもね、私去年一番頑張ったから、ジェイジ悔しかったけど、ジェイジはいい思い出やし、なんか今でも言われる、ジェイジ今ね、ちょっとオーディション、ジェイジのオーディション受けたんですね、去年。落ちた時は悔しくて、くそー落ちちゃったーってめっちゃへこんでて、もう聞きたくないし JJ なんてとか思ってたんだけど、今となればめっちゃね、なんか誇らしい。 JJ のオーディション最終選考まで残って、 J ガールですからだからしょっちゅう T シャツとパーカーをと着てますいっぱい着てる、東京でも長崎でも。チャキさんでしょ、なあ、きつね、いや、まだ待ってたと思いますよ、アイドル最長戦。そうなの、応援してください、ぜひ。反対ですよ、日だったからな。あ、そうなんよね、多分ね反対に進んだんだよ、違うの、あれ私のせいなので、なんか、あんたはさっきの見てるいや本当にそんな感じだった。やけん、やらかしたと思って、あんな気安く喋ってしまったぞと思ったけど、遅刻したけんか、多分遅刻したけんかな、あれ長崎やけんやったとか分からんけど、117番だったんです、私、オーディションメンバーナンバーが、エントリーナンバーがエントリーナンバーが美味しそう、エントリーナンバーが117番だったんです。117番、一番最後やった喧嘩、多分受かりました運です、これは運です、運が良かったの。オーディション多分遅刻したから117番だったのか、最後だったのか、長崎が一番端っこやけん最後だったのかは分からんけど、一番最後やったっていうエントリーナンバーが、最後やったっていうのはもう一番の運がついてたなと思いました。やっぱ一番最初と最後って集中して見るじゃないですか、誰しもね、誰しも見がちじゃないですか。あー、117人も審査したけどこの人が最後かーみたいなこの子最後かー、今日長かったなー、よーし最後頑張って審査するかーみたいな感じで見るんじゃないかなー、どうだろう、最初と最後って結構ついてるなと思いました。で受かりました。なんで運なんです、運です。だって私とオーディション受けた子めっちゃ可愛かったの、長崎の子。この前トラさんに会えんかった、このあ、いたの、ゆうたさんも、あ、フォローありがとうございます、こんばんは、フォローありがとう、ラスカルさん応援してる、ありがとうございます。うーん、壁にしてない。あ、え、チョミカーさんじゃん、知ってるよ、 JJ 頑張ってたね、頑張ってたよ、あ、そう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 、最近ずっと来てるんで、ここでも来てる。何のあれでしょう、今はですね、 TIFF でデビュー2024、かっこよくない2024って、 TIFF でデビューっていう8月開催の TIFF でデビューするアイドルグループのオーディションです。電車間違えた、本当私ってドジみたいなそんなアニメみたいなことせんし、私そう全部電車が悪いで、いろんな人に聞きまくって行ったな、なんとか駅って、行きたいんですけど、なんとか駅に行きたいんですけど、これ右と左どっちに乗ればいいですかって言って、覚えてる今でも。それで耳が聞こえない方だったのね、そう確か話しかけたのが耳の聞こえない方で、手話で教えてくれたんだよね、確か違ったっけ、そうそんな感じだった、手話やったかな、手、そうなんか手で教えてくれて、クッとみたいな感じで私の初の東京オーディションの旅はもう波乱万丈でしたね。しかもオーディションの日は台風だったの、長崎がすごい台風だったんですよ。で、私は福岡から、福岡の大学じゃない、専門学校に通ってたので、福岡に住んでたから福岡空港
から飛んだんだけど、私のその1便しか飛ばなかったの、始発の。私始発でいて遅刻したんだよ不思議だね。なんでなんでですか。2時とかだった。私前半と後半とあって、オーディションが確か後半だった、午後からだったの。遠い人は後半なの、長崎とか。なんで6時とかに東京、長崎福岡出て、8時には着いてたな。8時から4時間さまよってたってこと、怖っそう、鍵閉めおみちゃんです。名古屋線があるけん。そうだよ、あ、コメントめっちゃ飛んでますね。覚えてくれてる、当たり前よ。私記憶力めっちゃいいけん。チャミカンさんでしょ、名前覚えやすい名前やん。手話少し会ったことあるよ。あ、本当ですか。私もね、実はですね、手話少しだけできます。あの手話検定持ってるんですよ実は。こんなちんちくりに見えるかもしれないですけど、自己紹介ぐらいは、おのうえみつきですお名前はみつき。手話できるんだよ、ちょびっとだけね。障害者でしょ、あ、持ってんだ。じゃあ手話もできるってこと、え、どういうことですか。手話の検定じゃなくて、手話の検定持ってるってことじゃなくて、手話の検定はですね5年前に取った。5年前に車椅子検定も持ってます。自己紹介しか見たことない。ちょっとねできるんだけど、できるっていうか、あの見れるの、分かるの、やってる人が、やってる手話をやってる人は大体理解できるんですけど、なんか自分がやるってなると、え、どうやったっけみたいな時は多いです。難しいんですよ手話ってそれはすごいでしょ、すごいでしょ、すごいでしょ。誰ですか、チンチクリンって言った人、言ってないですか、言われてないですよ言われてないか可愛い、何さ、ありがとうリオンちゃん。これ見て、長崎のハッピーもらったんだ。ハッピーハッピーバースデー、ハッピーです。長崎のユニフォーム、フラッシュフラッシュフラッシュ暗算シュワーとは、フラッシュシュワー、フラッシュ暗算、フラッシュ暗算誰、フラッシュ暗算って言った人面白い。サイレントやってる時、あ、本当サイレント見てたらさ、大体こう吸収っていうか結構わかりますよね。そう、相手がいないとわかんない。読むのはわかるんだけど、読み取れるんだけど、そうそう、 CA さんとか空港だとそういう手話とか車椅子とか検定持ってると役に立つ瞬間が結構あるんです。アイゴっていうのかな、これトリプル、アイゴっていうのかな、誰も言ってないか。海はチンチクリン、俺はポンポコリン。私ポンポコリンの方がいい、まだかわいいつながっちゃう、もうシーズンのじゃ、そうじゃん、懐かしい清水サボ、な、久しぶりじゃん、元気してた、収穫できそうだねって。そうよ、長崎今結構調子いいけんね、一緒に上がりましょう。中日ファンみたいなように、中日ハムですか、中日ハムだっけ、にわかさぽさんの好きな、ハム、こんばんは、 CA にはいつ、なるんじゃないかな、もう。はた、ありがとう、さらばさん、 NHK ワイプゲーム、ワイプゲームみたいで出てほしい、無理よ私そんな CA 目指してから、そうね、5年前はね、もう全然目指しとらんけど。アデノイド、アデノイドって何やろ、聞いたことないかも。難聴か、私も最近耳が痛くて病院に行かないとなと思ってるんだけど、なんか右耳がちょっと痛かったの一時期で、最近はちょっと左耳が痛いなんか
多分ストレスかな、多分ストレスだと思う。左耳が、耳がストレスでなんか最近耳が痛くなっちゃうの。だってここヘルペスできた時とおじいちゃんが亡くなった時となんかいろいろかぶって耳痛かった。この間泣きすぎて耳痛かったのかな。ありえるよね。ありえんか自分で言って自分で頭痛かった。めっちゃ泣きすぎて今日ね、お母さん、さっきお母さんとご飯食べながら、またおかん泣きよったらしか、知らんやったおばちゃんが言いよったまた泣きよったらしか、うちのか、ね、家族みんなさ、もうさ、親戚みんなでうちのおかんを、一人を励ます会みたいなご飯食べながらも、そう、なんとかちゃん、まあなんとかちゃんって呼ばれてんだけど、なんとかちゃん笑って笑ってって言ってふんふんって言いながらね、ハンバーガー食べながら可愛いっちゃう、うちのおかん。ストレス、いや、でもオーディションストレスってほどはないけど、でも若干なんか不安要素は多かったかも、始まるまで。けど始まったらさ、結構皆さんがこうやって配信見に来てくださるし、だって今日に虹パワーパワーじゃない虹タワーももらったし、なんかほんとなんか初速みたいな、なんていうっけ、めっちゃ走り出しが、スタート出しがめっちゃ良くて、今日はゆっくり寝れそうですあかんまで、うちのおかん本当に、なんかあれよ、もうだって80歳のおじいちゃんだから、もうみんななんかまあそれはね、80歳だもんみたいな感じだけど、おかんも分かってるんだろうけど涙が出ちゃうの。 We are 親戚です。チーム親戚、チーム親戚、初速早い、うん、初速自分で言い出したけど、なんだ初速ってって今思ってる。ハトありがとう、かんピンク髪屋さん、アイドルは元気や笑顔もらえる、うわー嬉しい。私アイドル、勝手に今アイドル枠にズッケズケと入ってったけど、嬉しいとか言っていやーでもほんとそうだよね、そうありたいですね。私も自称アイドルなのでハトありがとう、ニャンタ様ありがとう、静かに言ってたらゴキブリだよね。え、何、誰ですか、ゴキブリ初速早いの。80のお水木、私80歳まで生きれるかな、生きれればいいけど。こないだ幼なじみじゃない、ご飯に行ったの、高校の友達とみんなで、あ、そう、ご飯行ったのみんなで、お友達とね。その時に看護師さん、違う、技術研さん違う、情報技術研さんじゃない、なんだっけ、なんとか技術士みたいな、医療技術士みたいな、なんやったっけな、あのね、放射線技師だ、放射線技師さんのお友達がいるんですよ。放射線技師ですかの話をね、いっぱい聞いてたんだけど、マジでかっこよくて、そう、もう高校生の時一緒の写真部で、クラスも一緒の女の子、めちゃくちゃね仲良しのお友達がいたんだけど、話聞いてるともうかっこよすぎて、もう尊敬します。エネルギーをいただいております。もう嬉しい、本当に。そんな私の配信とかでそんな言ってくれるなんて、もう長生きします可愛すぎる、ありがとう。ドラさん、チョコさんありがとう、ね、初見さんとにいっぱいハートくれる、ありがとう。チョコさん喋り方好き、長崎弁ですか。長崎弁ね、田舎臭いけど、なんか落ち着くよねきっと違うか別に。80歳の応援大変だな、いい。80歳の時何歳、フルティーさん、おみずきおいしる、ありがとう。ももてんさん、
どの見てさが本当に見てる。そうね、最近載せてないしさね。今日本当はね、午前中ね、TikTok の撮影に行く予定だったんですよ。雨が降ってて、今日長崎朝から。なくなりました。また難しそうな分野。そう、なんや、なんか放射線技師みたいな感じの、違うっけな。違う？範囲外？カメラからレントゲンに変わったのか。そう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 、レントゲン技師みたいな。みんなで長生きしましょうねって、しようね。絶対私が一番最後に年的にきっと私より年下の方どんくらいいるんだろう。タイプかもって。キャー、嬉しい。チェンジクリーンでワイドになれる。誰のこと言ってる？誰がクリリンって言った？私？鼻ないけん、鼻低いけん、グデリンって言わんで。こんばんは。そう、雨なのよ、こっちは。今日身体検査じゃない、健康診断で、お人いつも冷たい感じ。あ、そうなの？そうなの。私長崎なんかさ、ちょっとちょっくら持病があって、よく病院行ってるんだけど、長崎のさ病院、私が行ってるとこはめちゃくちゃ親切な方が多くて、いつも楽しく話しながらやってるけど、まあでもさ、なんかわかるかも。健康診断で病院でやるよりも、なんか健康診断の時の方がなんかさっぱりしてる人多い気するかも。なんか高里さんが言いたいことわかるかも。23時？もう23時？早っ。あと1時間だ。あっという間やね。ちらロさん、こんにちは。エグ60にはできえぞ。え、誰がちっちゃいって言った？私のこと。チンチクリンってそういうこと？お水着のことか。あ、チンチクリンのモノマネ。チンチクリンのモノマネはできないんだけど、クリリンのモノマネできます。オーディションなんで、やっぱり強みをどんどん発信していかないといけないと思うんで、モノマネします。あ、ちょっとあんま大きな声出せんとやった。いっか。クリリン、クリリンのことか。じゃあ配信終わろうか。恥ずかしか。恥ずかしいやんか。おやえて、ほら耳赤くて。あ、恥ずかしい。あ、田舎中に響いたかもしれん。ねえ、今、あ、クリリンのことか。あ、悟空やないか。クリリンのあれじゃない。わあ、カカロットでした。あ、ちょみかさん、ありがとう。くわくわ、ありがくわ、ありがとう。ちょみかさん、あ、間違った。悟空のモノマネやったわ。もう間違ったけ、一生せん。もう一生せんけ。それ悟空だ、悟空だら、悟空だら、悟空にした。フリーザー、なんかなんか待ってきなさい。電波悪くて全カットした。いいよ、だってもうこれクリリのモノマネじゃないよ。ボケとるよ、だいぶボケてるよね。あ、山田くんいた。お水着のことか。お水着のことか。ドラゴンボールは結構好きです。一番好きなのはご飯くん。次に好きなのは、悟空かな。悟空、ベジータ、ご飯、あ、ご飯、悟空、ベジータ、トランクス、あ、悟空、あ、ご飯18号、悟空、ベジータ、トランクスの未来版五点かな。ヤジロベも好き、なんか弱くて好き。クリリンも性格良さそうで好き。あ、ピッコロさんもツンデレで好きで、ヤムチャもなんか、まあ、なんか好き。あ、でもヤムチャよりは天津飯の方が好きかな。天津飯の方が好き。みんな好き。ランチさんも、魔人ブーも、フリーザさんも、デンデンも好き。あ、タオパイパイも好きよ。あ、タオパイパイ好かん。なんかあの人性格悪そうやけ。パンちゃんも好きだよね。そうだよね。あ、そうだよね。静岡弁だよね。タカレンさんいつも静岡弁
可愛いなと思って私も真似する友達に静岡弁の友達いるんだけどめっちゃ可愛いじゃん。可愛いよね。タオパパイあんま好きじゃない。ネタキャラなんよね。わかる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 。多分イケメンと思ってた。本当にあったらイケメンなんじゃないかなと思うけど、なんか地味に弱いしな。栽培マン、あいつはくっつき虫みたいなやつでしょ。悪いですよねきっと。決めてたら多分実や誰実やって鬼滅なら多分好きだと思う。実也のこと。ユーカリはね方言でないですね。もうめっちゃ標準語。島根の人にだらって言ったらこれ。え、そうなんですか。島根の友達あんまおらんけな。みたいに言うせんの漫画見たらお手紙のわけで。え、漫画なんやろ。そうだよ、自分で乗っちゃうのは好き。あ、まあそうね、そうね。あれかっこいいですよね。あれかっこいいよね。できたらめっちゃなんか便利じゃない。キーターンの方が便利やけどね。何実やってなんて読むのあれ。サネミ絶対嘘でしょ絶対嘘でしょ。あれサメニって読まないよ。そうそうそう。え、何それ、サメニっていうの。それでサネミなんて読むんですか。そうだよ、あ、ミスターサタンは結構なんか可愛くて好き。もうあと1時間あっという間です。もう1時間お付き合いください。なんて言うんだろうね、その鬼滅さんは。神崎は酒場に消えて酒場に乗れるでしょ。まあまあまあ、そういう技も、まあ、あんま見せんけどね、みんなの前ではあんまみんなの前では見せんけど、まあ、持ってますよ、そんくらいの技だったら。水木もボールくーって呼んだら来るからね。あ、そうなの、時計も切れちゃう。そうなのか、電波がな、ちょっとね。かわいいら、え、それも方言。かわいいら、かわいいら、かわいいね、それ。しなずが、しなずがはサネミ、サネミ、え、サネミ、なんでサネミって。マジでサネミなのささ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 サネミ何サネミって、どういう時に使うのサネミは。あ、サネミって人の名前、キャラクターの名前ですか。ああ、ありがとう、トモキさん。かわいいかわいいかわいい、ダダダダみたいな歌あるもんね。かわいい、かわいい、やべやべ、嘘危ない。今の見た、誰からもかわいいなんてコメント来てないのにさ、自分でかわいいって今コメントさ、頑張れがかわいいに見えちゃった。ありがとうございます、頑張れ。人の名前ね、ゆきさん、ありがとう。誰の誰、あけみみたいに言うな。いや本当に、本当なんなのサネミサネミサネミ、可愛いみたいな、ポジティブな目の世界。誰の神、サネミ、サネミさんはどちら様ですか。強いの。サネミって女なん、そもそも。なんかさ、鬼滅の話されること結構あるのよ、やっぱり人気だからさ、もう話ついていけなくて、禰豆子しか知らないけん、誰が好きとかいう話になったら、あー禰豆子かなーって。2話しか見てないのに、鬼滅2話しか見てない私が会話を遮っちゃうと申し訳ないんで、盛り上がってるところ、とりあえず禰豆子かなって言ったら、あー禰豆子ねー、なんとかかんとかなんとかかんとかとか言って、そうなんだ、禰豆子って人ば構わんごとするためになんか竹ば加えとっとねって知りました最近全然知らんかった。
え、そうなんだって、なんか全然知らずに、あのサネミ、サネミじゃないねずこって言ったんだけど、なんかそういうなんか経緯があるみたい。人を構わんように、人が構わんように竹ばくわえとるらしか。知ってたみんな、知ってたみんな、最近知りました。私は強いか強くないかで言ったらめっちゃ強い。サネミ、あ、好きじゃん、サネミ。私めっちゃ強いの好き。見てけ、一緒変わらないだろう人物、サネミもうサネミ気になって仕方ないっちゃけど、どれかサネミ、サネミ、あ、でも後で調べるか。サネミね、なんか美術めっちゃ悪かったとか言ったらちょっと嫌だよ別にお水気にとるってわけじゃない、きっかお水気が好きそうやもんね。にとるとかで言ってないか誰も。俺鬼滅は一秒も見たことない。やった、勝った。え、違うよ、見れば見るほど勝ちなんだよ。だけ私2話まで見たけん、私より見てない人なんかいるんだ。サネミって言えばええな。そうよ、サネミちゃん、サネミちゃんです。あ、ヤンキーだし口も悪い。やだそれ、人を噛まないとダメだ。そう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 、ハーモニカでも良い。確かにハーモニカの方がいいんじゃない。サネミ顔めっちゃ怖い。マジか、鳥のサネミささみお水木の好きなの、ああれでしょ、吉五郎さんみたいな、何やったっけ、何さんやっけな、何やろう、何て言うやろそれ。庭しか見てないけど、その人出てきたよ、なんとかのおじいちゃんみたいな人。ツンデレの極みツンデレのサネミ、煉獄さんね、煉獄さんね、知ってるよ煉獄さんぐらい。煉獄さん私が知ってるあのおじいちゃんじゃないかな。あのおじいちゃんは違うか、絶対知らんって言われた。じゃあ知らんわ、庭しか見てないし。あのおじいちゃんだよ、おじいちゃんしか知らない。炭太郎何だっけ、炭治郎、炭治郎か炭治郎か炭治郎だよね、やば恥ずかしい。炭治郎だっけ、炭治郎か、炭治郎と禰豆子さんと、炭治郎と禰豆子と、しか出てこなかった。庭までしか見てないけど、庭はね2人しか出てこないの。あと上半身の切れたお化けが出てきます、庭までしか見てないと。その3人ぐらいしか出てこないんだよね。確か弟もいた、炭治郎くんの。あ、うろとだきさん、うろこだきさんいたな多分。怒られなさい。え、そうなの。ハム太郎はいなかったかな。言いたいことあるけど、どうに、どうに。炭火焼きさんね、あ、炭治郎さんね、炭治郎さんと禰豆子さんと、うろとだきさん、うろこだきさんうろこだきさんとお化け出てきた。かまちさんうらやきさんはあんま出てこなかった、庭までだと。おみずきは AKB チームメイトの時代から変わらず可愛いので好きです、大好きです。ありがとうございます。言いたいのはそれですか。ありがとうございます、素敵なメッセージありがとうございます。キュン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 、炭火焼きだよ。なんか炭治郎さんはね、いいお兄ちゃんだったよ確か。禰豆子が妹だもんね。ずっと髪が跳ねてるの、これなんなの、なんなのさ君、なんなのさ、おかしいやろ、こんな一部だけ跳ねとったら。こうやってね言うこと聞かない髪の毛がいるんですよ。もう本当に髪が短いとこういうこともあります。釣られる、今日釣れた、またイカ釣っちゃおうかな。釣り師、私もしかして。言われたことないですけどね、お水木は釣り師なんて。ちょっと足がしびれてきたけん、いろんな体勢で
配信しよう。ちょっともう足しびれてくるっすね、ずっとこうやって配信してると。これを前に持ってくればいいんじゃんか。いいんじゃん、いいんじゃん。糸井さんありがとう。炭治郎は炭を売る仕事だった。あ、そうなんだ。そういうことやったっけな。確かになんか炭売りよったかも。今日もいかが、あ、今日はね、あ、今日も 1.5 キロ超えって言ってた。大きかった。だけんね、いっぱい大きいけん刺身と焼きイカといろいろできるんですよ。ちっちゃかったらさ、お刺身だけとかじゃん。そう、 1.5 キロ以上だったから、今日も2個食べれました。2種。こんばんは、長崎舞と聞いたか、水着で好きですかと聞いてみたい。あ、いい質問ありがとうございます。大好きです。長崎生まれなんで。長崎はね、ミルクセーキが有名なんですよ。発祥なのかな多分。大好き、ミルクセーキ。ミルクックも好き。知っとる？ミルクック。みんなミルクックとモンブランとあるんですよ。トラキチくんもあるね。トラキチくん懐かしい。もうその話、そうなのよね。今度配信やってみようかなと思ってる。でもあんま似合わないんだよね私。結構顔が丸いけん、こう丸ボブが似合うみたい。アホ毛。アホ毛ですかこれ。そうだよ、リュウさんはイカで食べていきます。イカを売って。どんな質問してやってください。お願いします。お願いします。かいくんその格好でスタジアムを追ってほしい。いや、いたのよ3日前ぐらいに。カレクックなら知ってる。いたね。それあれ、気まぐれクックさんですか。気まぐれクックさんなら知ってるよ。つるちゃんのミルクセーキ美味しかったですって。え、どこで食べたの。長崎に来て食べたんですか。長崎で。そろそろエリエリ王とか言い出す。髪型の話。髪型、そう、おだいりさんの髪型真似してるからね、これ、まあ、ほぼおだいりさんです。あ、違います、それは失礼です、おだいりさんに。エリエリ王。今日楽しくエリエリ王です。スタジアムの写真そのまま見張るのかしかでさないそうです。そうでしょ、待ってます。長崎で食べたってすごい。いつ来たんですか長崎。滑ったね。ご飯に醤油かけて混ぜてフライパンで焼いてこようと思います。え、ご飯に醤油かけて混ぜてフライパンで焼いてこよう。どういうこと。まあ美味しいんじゃない。美味しいと思いますよ。それ焼きおにぎりみたいなね。ほら、おだいりさんだ私。ゆこぴーさんこんばんは。コメントありがとうございます。あのさ、皆さんさ、そう、言いたいことがあります。皆さんに、寝るんで明日仕事頑張、お願い任せて。 KT さん明日もお仕事頑張らんば、何でんかんでん頑張らんば。あ、久しぶり言いました。これ長崎の長崎の方言の歌です。頑張らんば、あいちゃっこいちゃっ、頑張らんば、頑張って KT さん。頑張って、ファイトー、ファイトー、一発、ファイト一発ですよ。明日も頑張ってください。ゴールデンウィーク明けの連休明けが一番大事って言いますからね。校長先生が言ってました。連休明けの学校が一番大事、連休明けのお仕事が一番大事みたいな。とりあえず連休明けは気合い入れてこいって小学校の校長先生がずっと言ってました。なんで皆さん明日気合い入れていきましょう。校長先生の言葉を胸に皆さん明日気合い入れて頑張りましょうね。頑張ってケッティさん、おやすみ。遅くまでありがとうございます。あ、初見さんたちも皆さんこんにちは。はじめまして、長崎県出身の尾上瑞希です。今 TIFF でデビュー2024オーディション参加中です。今は予選です。5位です。6位以内に入って準決勝に進んで、準決勝では1番を取って絶対に合宿審査に進みたいと思います。応援よろしくお願いします。滑りのいい、なにそれ、なんだ書いてるの。電球めっちゃ4連勤でしたけど。あ、そうなの。あ、確かにゴールデンウィーク明けとは変わらん。かからからか、かえ、ゴールデンウィーク明けとは限らんか。メンタル超回復します。え、嬉しい嬉しい嬉しい。じゃあデビューして
大きなステージで歌わせて、さだまさしさんと。ダメ、お願い。いつかそんな日が来ますように。え、でもほんといつかさ、いつかさだまさしさんと頑張らんば体操歌いたい、歌いたいとか踊りたい。隣で私系列ミクが働いてくれて、よっしゃみんな頑張ろうね。フォローありがとうございます。リチャードさんもありがとう。いいでございってなかったね。あ、言いたいことあるんですよ。あの、そうそうそう、あの配信そんな大したことじゃないんですけど、あの配信が毎日3時間あってフルで配信する予定なんですよ。でいつも3時間も配信したことがないので、毎日3時間なんで、もうできるだけあのお時間あるときはコメントをしていただきたいっていうお願いです。これね、マジみんなで、ね、しょうもないこと言うやん、おみずき、そんな言われんでもコメントしますよって言ってくれる方もいると思うんですけど、やっぱ3時間も見てるとさ、なんかさ、もう飽きちゃったりしないかなとか思っちゃうし、あの3時間も私もずっと喋れるかなっていう、なんか何話題なくなるかなみたいなさ、ちょっとさ心配なとこもあるんですよ。なのでできるだけあの配信見てくれて、お時間あるとき、手が空いてるときとかはコメントたくさんしてくれたら、私もあの何やろ、あのあれ、あの配信に困らない。配信難しくなっちゃうのよ、コメントがないと。わかりますか、配信わかる、やったことないよねきっとね。コメントね、あのね、配信難しいんだよ、コメントがない配信って。けどね、ありがたいことに私のね、あのリスナーさんは本当にたくさんコメントしてくださることが、コメントしてくださる方が多くて、本当に毎回の配信助かっておりますね。実現した、おみずきと世界撮りたい。ちょっと握手したい今、魚粉さんとマジで取り行きたいです。そんな大きなこと言えないよね、まずオーディションに取れと。はい、ごめんなさい、決まってる。え、本当心配いらんかな、お昼行きたくなるね。え、お風呂、いや、そう、温泉行かんといけんちゃけどな。え、何ですか、おやすみなさい。コメントするの恥ずかしいよーって、コメントするの恥ずかしい、そんなことないですよ、そんなことないでしょ。お願いよ、コメントしてよ、たくさん。多分おやすみって言ってくれたんで、おやすみ、誰かわからんけど家族の誰かです。やかしでよければ、いや、それが一番助かるんですよ。ぜセキさんありがとう、頑張れ。健太さんも初めまして、尾上です。みずきです、尾上みずきです。すごいなんか漫才師さんみたいな言い方してしまった。余裕ですか、ゴールデンウィークミッション集めてきた。え、なになにそれ、それなに。ありがとうりょんちゃん、うわ嬉しい、応援してもらえて。そうだよ、コメントないと結構ね、話もなんか続かんもん。なんでこれで終わった、いや、さすがプロですからね、リスナーさんもプロですよ。もうなんか一人喋りながら、いや、もう喋るのもね、ちゃちゃがないと喋れんよ、そんなたくさん。応援してる、ありがとう。足湯のお水木、え、何の話さ。あ、足湯ね、長崎にね、世界一長い足湯っていうのがあるんだよ。日本一やったか世界一やったかどっちか忘れたけど、だいぶ違うけど、日本と世界じゃすっごい長い足湯があるんですよ、島バーラーに。応援してるのサイン、え、そうだよこれ、あ、響いちゃう、細くない私の腕、毎回言ってる自分で。ダニさんありがとう、頑張れ、もありがとうございます。5年見てるけど飽きないね。ほんとかい、ほんとに、それ一番嬉しい。豆から集めたけどよかった。あー、そんないいんですよ、今日からでも、明日からでも、昨日からでも、私のために集めてくださるのこと自体が嬉しい。嬉しい、よかったら皆さんお時間ある時に星集めとかしてくださると嬉しいです。私ってさ、なんか頼んだりするの結構苦手なんだよね。ビッサー、ハタありがとう、頑張れ、ありがとう。ヒローノさん、長崎スタジアムシティでフェスバするしかな、フェスバするしかなかねえ。フ
フェスバスするしかなかった。長崎のイベントにも出たいし、お祭りとかのステージとかも立ってみたいな。長崎のそれ以外誰もいなかった。うん、そうなの。長崎ね、意外といないのよ。長いと横、うん、縦に長いっちゃう。多分あの世に行くドラゴンボールのなんていうっけ、あの道、何の道っていうっけ、あれよ、道みたいな感じ。あれぐらい長いの、なんていうっけあれ、え、なんていうっけ。どうするした、機会あるからお気をつけて。あ、そんなのもあるの。そう、オバマだよ。チャラヘチャラってこと。松原桃太郎、初見です。違います。本気だと分かります。いや本当に難しいよ。あら、アリさん、うわありがとう、アリさん、ありがとうございます。アイス来た、アイスがたくさん到着しました。ありがとうございます、アリさん、たくさん。あ、1、2、3、4、あれ、待って、めっちゃもらってる、ここも。ありがとう、アリさん、ありがとうございます。今日からオーディションの予選が始まりました。頑張ってます。今日は今2時間半ぐらいかな。意外と3時間ってあっという間やね。1時間と2時間で分けるとね、なんかね、3時間、毎日3時間って聞くと、いや結構配信するなって思ったけど、喋ってみたらあっちゅう間ですわ。あっちゅう間ですよ。あっちゅう間ですけどさ、あっちゅう間ですけど、みんな飽きてないですか。私は、おー、なになに、なに、あ、4位になった。私、嬉しい、アリさんがくれたけ、あ、そう、蛇の道だっけ。ありがとう、アリさん、アリさんのアイスで今4位に上がりました。嬉しい、ありがとうございます。せりゅーもゆずけばいかんよって、気をつける、バーイ。ダニ様ありがとう、アリ様ありがとう、ハート、ナルマ、イビ様様ありがとう。80分ぐらいですか。なんかさっきあのショールームのデータみたいなのが見れるんですよ。何時間、一日何時間、今日何時間配信してるかとかのデータが見れるんだけど、なんかちょっとさっき1時間したつもりだったけど、ちょっと長かったんだよね。1時間ちょっとだから、3時間超えると多分いろいろめんどくさいから、めんどくさいというか、減点対象とかになると困っちゃうんで、11時55分には終わろう。マックスした方がいいのかな。でもどうだろう。なんかでもさっきちょっと多かったんだよね。むずいね、オーディションって。スキルが輝いてる。やっぱりショールームは一番落ち着くね。わかる、ショールーム結構ね、最初はなんか慣れんなって思ってたけど、やっぱまたフィットしてきました。フィットとね、意外とあっという間よ、2時間って。早めにランキング読んでたら、だらだら話してたら、いや早すぎやろ、まだ早すぎやろそれ。5分ぐらい始めたのに、あ、確かに、そしたらちょうどいいか。5分遅れたっけ遅れた。そうなのよ、私調子乗ってさ、すぐだらだら話しちゃうから。あの皆さん、絶対に3時間超えないようにしてください皆さんっていうか、あんたねっていう感じですけど、みんな言ってください、コメントで。3時間って言ってくれたら、あー、やばいやばい、すぐ消すから、お願いします。こんばんは、こんばんは。おめでとう、時があっという間に過ぎる。もう嬉しい、3時間も話して、こんだけ話聞いとってくれて、あっという間って言ってもらえるのは本当に嬉しいです。でもこれがね、もうちょっと続くとさ、何日も1週間ぐらいあるから、多いでしょ。はあ、みんな飽きないでね、お水着に。ヤスさん、ハットありがとう。モリモリッチさんもハットありがとう。東京レポートしますね、お願いします。コメントが遅れてることがネック。あ、確かに
確かに。でも今大丈夫だよ。遅れてたー。遅れてないって言おうとしたら遅れてました。遅れてました。最近目割れちゃって飽きるわけないだろうって言ったからな。チョコさんもありがとう。おみちゃんは喉のケアしてね。そう、あのお水を持ってこないと、いっぱい喋ると喉がカラカラになっちゃうから、明日からは今めっちゃ思ってる。よくわかった、すごい。たまたま言ったの。私すごい今 思いました。お水必要やなと思って。喉乾いちゃう、2時間もずっと喋ってると。明日はちゃんと水筒を準備しときます。コップなり水筒なり。アイテム投げた方がいい、連続銃投げの方がいいんだっけ。わかん、誰か教えて、誰か教えてください。そう、いいの、どうなの。ちょっとだけボーナスつきます。どんなボーナスがつくんやろ。おみずきなのに。おみずきだよ、おみずきだけど。花さんもハートありがとう、ありがとう。カプリさんもありがとう。水分補給大事よ。かわいい、ありがとう。ゆきさん、かわいい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 、ありがとう。ゆきさん、ジェネのみずきがちょっと可愛くなる。あ、なります、なります。任せてください。めっちゃ可愛くなるかもしれない。繰り返すのが一番いいですか。そういうのあるの。達成感と 1.2 達成感。本当にボケてんでしょ、みんな。ボケてんじゃないの。ボケてない、ちゃんと言ってよ、真剣に。可愛い、ありがとう。ゆきさん、かわいい、かわいい。500ポイントの値が1回で時間割れる。え、わからんな、すいません、わからない、とっても難しい。みやさん、ありがとう。欲しい、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 欲しい。あー、リンさんもありがとうございます。ありがとう。お紅茶ありがとう。ありさん、お紅茶ありがとう。お紅茶、お紅茶、お紅茶、お紅茶。今日はあのお葬式の前に、お葬式っていうか、お葬式はもう終わったんだけど、昨日で、何やったっけ、お寺とか行かんときゃいいんちゃけど、そういうのの、お茶もしました。お茶、前にお茶をしました。またありがとう、わすやさん。そういえばさ、四十九日とかさ、何、6月ってことじゃん。四十九日、6月31日引いて、6月の中旬ぐらいかな。6月の中旬ぐらいか。帰ってこようかな。帰ってこようかな。なんかあるっけ、特にない。7日もあるよね。7日後もね、帰ってこようっと。オーディションないよね。6月、下旬、合宿下旬だもんね。中旬ぐらい帰ってこれたら帰ってこようっと。突然思い出した、オーディションやってるの今。よかったら応援よろしくお願いします。番長様こんばんは。にゃんこ先生もこんにちは。よし、一個いい口実で長崎に帰れるぞ。帰ってくるぞ、6月も。私出身が長崎なんですけど、もう何かにつけて、なんか帰ってくるぞ、長崎に。毎月のように。今月はなんか特に理由はいつもないんだけど、今月はなんか同窓会、まあ、同窓会みたいなのも本当にあるんだけど、いろいろ、ありがとう、ママチンさん、虹いただきました。なんで今日は虹のアイテムがなんかあるんですか。今限定とかじゃなくて、私が虹プロジェクトの夢を見たからかな。嬉しい、ありがとう、ママチンさん、虹ありがとうございます。ハト、にじ、嬉しい。あ、りんさんもなんて書いてる。投げチューしてだって。ウィンクしだって。どう、上手、ありがと
隣にさ、そんな可愛いうちわがあったとね、全然知らんかった、初めて見ました。え、可愛いね、ニジンもやけど。投げ中してたって、もう一回だけよ。一うちわに月一回です。ギフト10連投げは 1.2 倍で有料ギフトとレインボーしたわ。変にポイントが 2.5 倍。難しいね、難しいね。あ、かわいい、ありがとう、アリさん。かわいい、かわいい。このギフトかわいいかね、めっちゃ。そんなんあるとね。やばい、長崎に帰ってきて、そのあのお葬式とかね、みんなが長崎弁なんですよ。しかもおじいちゃんとおばあちゃんのもうごってごっての長崎弁の集まりやったけん、どんどん長崎弁が強くなっていく。こんなんじゃなかったんです、本当は。こんなんです、元からこんなんですよね。こんなんやけど、なんかちょっと強いかも今日やっぱり。おかんもさ、やっぱりさ、長崎弁もともと強いけど、おかんがそがんことがあるかって言って、どげんなととねーって言って、やっぱね、おかんもギア上がってたギアが上がるといや本当にちょっとずつ家族の今日最近今日昨日一昨日ぐらいで長崎弁がゴンゴン強くなってる。染めてくださいっていいことなの？それ思い寄ったって、やっぱそうよね。方言のままでいてほしいって。こってこってで聞き取り難しかったり、え、難しい？私の言ってくださいね。何枚言っとねーって、聞き取れんやかねーって言ってください。方言のままでいてほしいってね。あのね、大丈夫ですよ。だって長崎ずっといるけど、あ、東京ずっといるけど、一生長崎弁だもん。おみずき3位になったの？え、嬉しい、ありがとうございます。え、嬉しい、ありがとうございます。なんか気づいたら3位になってました。あ、ちょうどいいな、3位ぐらいで終われるとね。あんまさ、ギリギリやとさ、なんかドキドキしちゃうし、緊張しちゃうし。誰なの、アラビューをくれたのは。どちら様、もうどちら様、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 え、いない、いないんだけど、 IW くれた人。サインありがとう。これは世界取る日も近いなちょっと待って、ゆうきさんって言った、私ともきさんって言った。え、さっきから私間違ってる、ずっと。あれ、間違ってる、私ゆうきさん、ともきさん、だってなんか2つ言ってた気がしてきた、突然。あ、間違ってた、あれ間違ってた、さっき間違ってる、訂正してくれたの。暫定やね、癒されるって。あ、宮川玲さん、ありがとう。なんでこれは、あ、これか、 I love you って。宮川玲さんやったとかないわとか言ってた。宮川玲さん、 I love you、 I love、I love、 ありがとう宮川玲さん。うーん、今日はブルーなんで。青に染められた、ミヤコブルーさんのブルーです。関西3年以上過ごした標準語で、嘘やん、嘘嘘。私だってもう東京に2年おるばってん、長崎弁抜きませんから。まだ抜けん。90分、あと30分か。私もいろいろ、ロープなどで難しいのかな。あ、そうよ、私でも。あの、ほんと上の方、おじいちゃんおばあちゃんは何も言うとかよく分からん時あるもん芸能人の方、長崎弁も引き出さんねって。長崎の芸能人の方、福山さんとか結構ね方言で喋ってたりするけど、長崎のイベントとかでは長崎弁強いけんね、何も言うか分からんって言われちゃう。確かに青い、いいでしょう。あ、待って、これね、このお洋服はですね、この間長崎ビファーレ長崎の試合を見に行った時の
配布されたの見て、これちょっと感動しちゃうんだけど、ありがとうトラスタ。2013年から2024年、長崎ね、トラスタっていうさ、私がしょっちゅう言ってるから知ってる人もいると思うんだけど、長崎のスタジアムはトラスコスモスタジアムっていうんですけど、通称トラスタが新しくなるんですよ、今年の秋から。で今ちょうど長崎駅の隣にスタジアムが着々と作られているんですけども、ありがとうトラスタだって。ありがとうねトラスタ、いさはやにいっぱい行きました。もうなくなっちゃうんだよ長崎のスタジアム。 J1 に行くんで来年は。皆さん J1 応援してる皆さん、トラスタじゃなくて新しいスタジアムにはぜひ来てください。応援に来てくれる？長崎ちょっと遠いけんね。取り壊す？え、それは知らん。取り壊す、取り壊すんじゃん、知らん。取り壊さんか、取り壊しはせんかな、わからん。どうするんじゃろうね。10月オープンのビーチスタジアム嬉しい。え、そうでしょ、楽しみやん。私もめちゃくちゃめっちゃ楽しみ、ピーススタジアム楽しみ、めっちゃめっちゃ楽しみ。ホテルもついてるの、ホテルのお部屋からサッカーの試合が見れたりとかするんですよ。私長崎に住んでるんで、わざわざ泊まりに行く人はなかっちゃないっちゃないっちゃないっちゃけど、行きたいですね。ホテルから試合見たりとか、なんかロープウェイとかもあったりして、めっちゃ楽しみ。みんな満喫しに来てください。長崎のスタジアムシティ出ると言ってるかどうしたらね、どんな感じっちゃろ、どんな感じっちゃろね。エスコンよりいいか、どう10分くらいなんでしょ。10分もかからんじゃないかな、5分ぐらいだと思うけどね。めっちゃ隣ですよ、もうすぐ隣、すぐ近く。なんかジップラインみたいなのがあるよね。そう、なんやろジップラインっていうと、なんかあれやろ、ターさんみたいなやつですか。サウナがついとるんかな、サウナついてそうじゃない。オリジナルアバターの件ありますか。なんそれ、オリジナルアバター、オリジナルアバター作りたい。お水着のどうやって作るの、この時期長崎ね、もうここで長崎ちょっと強いんです、今年は一味違うんです。こんばんは、こんばんは、みなさんこんばんは。ターさんみたいなあれ怖くないかな。こんばんは、 D さんもこんばんは、ありがとう。だるまさん、そうだよ長崎は強いんです今年とっても。でもね、引き分けちゃったな今日。勝ってほしい、勝ってほしいんだけど引き分けでした。もう一回応援してる、ありがとう。何も思いないがね、また作れるね。え、そうなの、あ、書いてたね、あれ全然見てなかったですけど、アバター、嬉しいねえ。ビーススタジアムのなんかハーフタイムショーとかトークショーとか、今日もね大分の HKT の栗山さんが大分トリニータと長崎が今日試合だったんだけど、大分トリニータのなんか宣伝担当みたいな感じで HKT の方がいるんだけど、大分の宣伝担当してる方がトークショーやってて、やりたい私もやりたい、長崎のやりたいよ。なんでちょっとね、いろんな可能性が広がると思うので、このアイドルグループでいろいろできること増えるかなと思うとすごい楽しみです。なので絶対にオーディション絶対勝ち取ります。ちなみにこれはかまちさんの、あ、そうだよね、これかまちさんなのか、ちいかまかい、あー嫉妬案件、嫉妬案件ケーキさんありがとう、ハートハート
遊びに来たよすごい定期版みたいな。フジャララ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 ラ新スタジアム試合で出てた。新スタジアムで、そう今年の秋からなんだけど、え、そっか、岡山さんぽさん、ん、なおさん、岡山さんぽさんか。岡山はね強いもんね。強いよね。今日負けてなかった岡山、今日やっけ昨日やっけ、さっき結果見たけど。そう見てるよいつも結果。岡山強いのよね。バチバチ行きましょう。長崎とファイティングポーズでも取っときますか。長崎はこうカッカッかけて、なんかさこういうさ、なんかさあのボクシング選手こういう感じじゃない、なんかこう言ってさ、ちょっと弱そうお待たせした記憶ない。ちいかまさんこんばんは。ねちょいさん、ソットンゲン、ソットンゲンとは徳島に負けました。あ、そうなの、徳島、徳島は長崎勝ちましたよ。結構勝った気がする。結構なんてやったっけ。そうよ私だよ、ゼフ長。あ、今不調なんや。この間までねもう勢いすごかったもんね。池高さん旗ありがとう。もうちょっとで100分。あ、もうこんな時間ですか。あっちゅう間やね。小野瑞希選手の入場です。カン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 、ドゥルッドゥルッドゥル。え、弱そう弱そう。どうしたらよく強く見える。あ、強そう強そうだった今の。え、なんかわかる、このなんか弱そう。え、なんだろうな、こうちょっと猫背がいいんか。初心者だからさ初心者も何もなんかわかんない。こう顔らへんがいいんか、こっちか。え、ふざけてるね。やっぱむずいな、ファイティングポーズって。あのちょっと調べてみよう今度。トゥル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 。で、どう、え、強く言えました、強く見えました誰、潜在写真とか言ってる人。いやいや、こんな潜在写真撮るって言ってたのにな、全然撮れてないな。何席ばっか帰るけんかな。何しても強くなさそう。誰、弱い、弱いって言ってる間接的に。まあ確かにね、ちょっとねひょろいけんね。じゃあもうアイドルっぽく可愛く撮り撮ってください。え、スクショタイムだったの、シャドウ私サッカー得意なんだけど、見てくださいこの腕の筋肉のなさ、この腕の細さ見てください。マジでヒョロヒョロなの、マジでヒョロいの。すごいよね、こことさここのさ上さ一直線なの、すごくない、わかる意味。なんか普通さここ太くなるやん、ここたるんできたりさ、ここに肉ってつくじゃん。マジで私一直線なんだけど、太さどこずっと変わんないの。なんならここ細みたいな、ここ細いでしょ、マジで筋肉なくないの。シャドウとかしたらもうなにしてる私、オーディションの配信で。こういうね、あのね、YouTube でトレーニングはしてるよ、たまに。どう？強そうに見えました？スローインできんよ。あ、待って、これ YouTube に上がるとやった。くっそー。YouTube に上がるとやった。変なことせんければよかった。そう、なんか YouTube にこの動画結構上がりがちなので、あの変なこと しないように残っちゃうから。スローインできんや。え、意外とスローインはできるのよ。ロングスロー並みのスローインできるよ私。え、ボクサーサイズ。え、そうそうそうだよ、 やってるんだから東京で。えい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 やさえいやさ、ゆっくりしょー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 、ソーランソーランって言いながら。え、上がるんじゃないですか YouTube。 いいんですよ別に上げてくれて上げてくれていいんやけど、たまに自分の
変なショールーム、自分の変な行動にちょっと恥ずかしくなっちゃうから。ソーランボクシング、ソーラン、ソーラン何の話してるの、何の話してるのよ、もうみんなやめてよ。じゃあもうソーラン、ソーランの話はいいから、長崎の話もうないか。やば、3時間話すことなくなったなんか話すことなくなったやんか。もう話すことない。可愛い前掛けでしょ。そうだそうだ、ランキング、あ待って、もうそんな時間なの、あっちゅうまー、ちょうど話し終わったところで2時間経過しました。ランキング読もうか、もう50何分かでしょ今。よし、ランキング読みます。終わっちゃうよ、何が聞かなかったんですか。こっちにおる間は大きな声出していいけん、その声は出せる。あとお菓子配信もしたいんだけど、お菓子配信するなら3時間ぶっ通しの方がいいのかな。いやでも2時間1時間でしないと、お手洗いとかも行きたくなるし、メイク直しもしないといけないし、喉も乾いちゃうから、2時間1時間にするか。それと何を作るかよね、お菓子をね、何しようか、何がいいかな。あ、お菓子配信じゃなくてやっぱワンタンスープにしようか、みんな大好きワンタンスープ。15分前ですねって、お105分、もうちょっと時間あるね。メイク直し配信、メイク直し配信か、おかしい配信、おかしい配信ならいつもしてるじゃないですかインスタ、本当にさ、皆さんのおかげで今日は本当にいいスタートを切れて、もう嬉しい、私とっても嬉しいです、マジで嬉しい。なんかでもこのなんか初日がめっちゃ良かったから大丈夫かな、あと6日間ありますよすごい、日本語歴3年ぐらいの6日間ありますよ、あと6、今日終わったでしょ、7、8、9、10、11、12、7日もある、7、8、9、10、11、あれちょっと待って、6、7、あとね明日で7、8、9、10、11、12、6日です、6日間か、あと6日間もあるよ、続くかなこの調子。皆さん応援よろしくお願いします。もう合宿にストレートで行きたい、もう決勝なんて、決勝なんてもう見えてませんから、私決勝なんて見て、知らない、決勝なんてスケジュールも見てません本当にそれぐらい気にしもしないと思ってる、そこで決まんなかったらもう厳しくなるだろうし、さっさと終わらせたいですね、ショールームの審査はね。指って便利ね、そうだよ便利だよ、おみずきのご飯食べたい、え、じゃあお料理配信にしますか、私お料理最近と結構好きでやってる、序盤だよ、たったの初日が終わっただけでもうすごい楽しかったわーとか今思ってるけど、まだまだこれから、でも本当にいいスタートだったわ、皆さんのおかげで、お菓子配信ですよ、おみずき応援してる、ありがとう、STI さんありがとう。飛び関のキッチンなんか一回、おみんちのキッチンなんか一回見たことない。え、キッチンはいらんかなと思ってきて。いる？キッチン。キッチン難しくない？配信。なんか動いたりせんまし、顔こえてなるかなと思って。ポンデリング、焦がそうか。流行ってるよね。めっちゃ美味しそうで今日。ミスド買いに行ったんだけど閉まってた。ミスド。お水とか行きた、お水キッチンってやつか、そうだよ、カカカカカカ、そう、お水キッチン動画作ろうかな、マネージャーさん、あの AKB のマネージャーさん、動画のいるんだけど、動画すごい上手な、カカカカカカカ、お水キッチン今もやってるの、モコズキッチンって、餃子包めますよ、舐めてますえ、舐めてます、餃子包めますから、私餃子のお水木って言われてるから、オリーブオイルドバドバですか、うん、
あ、オリーブオイルは、うん、あんまオリーブオイル使わんかもそんな体のこと気にしてませんすごい尊敬してるの、ありがとう。チャオズって言われてますから私。卵や溶けますか、卵こういうこと、さささしゃ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 って当たり前でしょ、当たり前でしょ、なんだと思ってんの。ひらがなサイトさんありがとう。星頭上がらんって、そんな、でも包むしかないよ配信で。次、舐められてるね、舐められてるわ、卵溶いただけで。そんな舐められてちょっとお料理配信ねやりたい。どれぐらい上から塩振る、まあ、こんなかな嘘ですよ。お塩はもうちゃんと普通ですよ。ピュン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 ってこんな感じかな。だから今もやってるの、モコズキッチンって。もうない、モコズキッチン。頑張れ、ありがとうみちさん。卵割れますか、割れます、片手でも割れます、ごめんなさい。あの皆さん、お水着がポンポコツン、ポンポコツン、ちんちくりんのポンコツだと思ってるかもしれないですけど、もうコココポコン、ココココポコンって卵片手で割れますし、餃子も包めますし、オムライスは半熟で作れますし、何でもできます、唐揚げもできます。舐めないでください私のこと。ブンブンチョッパー使わなくても玉ねぎも人参も5分ぐらいで全部みじん切りもできます意外と器用なんですよ私は。腕立てて、腕立ててあ、腕立て、あ、こういうこと。尾上もこみちです。卵割るのむず、え、嘘ばっかし、作ると割れるよ。キャベツとレタスは違い分かりますかもう笑っちゃいますよ笑っちゃいますよ、そんなの当たり前でしょ。どう見たってキャベツとレタス分かります。最近お料理やってるからもう完璧ですね。いつでも私シェフになれると思うシェフ舐めすぎてる、その発言は。ごめんなさい、ごめんなさい、そろそろ時間中に。本当だよやめてよ。ポンコツンご飯作っていいよ本当に。だって私風邪ひいててヘルペスができてても、双子の相方の釣りのためにせかせかとサンドイッチ作ったんだから、優しいでしょ私優しいでしょって、優しいでしょ。明日のお弁当は自分で作ってた。配信しに行く、おみーちゃんお弁当作ってって言われたけど、ごめん配信があるんよって言って、配信の配信を理由に断りました本当はちょっと作りたくなかった。料理ファンタジスタおみずき、そうだよそうだよ。器用なの私結構。魚の鱗は取らない派ですか。いや魚料理、あ、鱗は取りますよ。あんま取れますよってか、あんま取ったことはないかな。だって取ったお魚しか使わないから、取れた鱗のあるお魚なんてあんまなくない。人間とキャロットの違い、それはね、深い件、その話4時間かかる件、ちょっともう今度ね。お時間のお知らせ見えないみたいで、嘘、コメントしてくれとったと。ねえ大輔さんありがとう。どこにあるのそのコメントマジで見えんかったどこ、大輔さんのコメントどこだ、全然見えなかった。どこ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 、お料理の魔術師、そうなんです。トヨちゃんさんありがとう。あ、やばい、もうランキング見ます。全然見えなかった、どこにあるの、もう見えなくてやばい第10位リベロさんありがとうございます。第12位ギャフンさんありがとうございます。第11位チョコさんありがとうございます。第10位ケーキさんありがとうございます。第9位ダニさんありがとうございます。第8位夏目さんありがとうございます。第7位ブリントさんありがとうございます。第6位チャミカンさんありがとうございます。第5位スタボさんありがとうございます。第4位ミヤコブルさんありがとうございます。第3位ポポチンさんありがとうございます。第2位ゆうきさん、私ゆうきさん、ゆうきさんだよね、ありがとうございます。そして第1位はアリさん
ありがとうございます。本日も3時間、あっちゅうまでした。もう3時間終わった？え、まだ過ぎちゃいかん、やばいやばいやばい。コメントはね、流れちゃうんだってばよ。ゆうきさんだよね、ゆうきさん、ゆうきさん、ともきさんって言ったのかな、さっき私7回で配信、え、そうだよ、やばいよ、バイバイ、おやすみ、もう配信終わんなきゃ。よしよし、ではでは皆さん、本日もありがとうございました。インスタートが切れてよかったです。すいません、なんかギリギリになっちゃって最後バタバタしちゃったんですけど、すいません。本日もありがとうございました。明日は19時からスタートです。皆さん19時にここで待ってます。明日もよろしくお願いします。ありがとうございます。